ゆっくり霊夢と、ゆっくり魔理沙だぜ。鎌倉殿の13人って源頼朝が退場してからがメインストーリーになるの？タイトルからしてそうだろうな。頼朝が亡くなって子供の頼家が、さらに実朝までも亡くなり、源氏の将軍が3代で滅ぶまで書かれるんだろうぜ。貴様ネタバレするな。土下座させて野菜踏みつぶして、茄子を顔に押し付けるぞ。教科書に載ってるレベルなんだから、包みの舞踏みたいなことするな。こうなったら最後まで聞いてやんよ。解説しろ。わかった。今回は平家を打ち倒して鎌倉幕府を樹立し、日本初の武家政権を築いた源氏。だが3代で滅んでしまった経緯と理由を解説するぜ。ゆっくりしていってね。1180年に始まった自称寿永の乱、いわゆる源平合戦が勃発した。後白河法皇が平の清盛に幽閉され、王子の持人王が挙兵したことが戦いの契機になったな。ドラマではジャイアンが演じてたわね。一瞬で退場したけど、ジャイアンの声をしてる木村昴さんな。いずでる人の身となっていた頼朝も法皇を救うため、何より兵士を倒すために挙兵をするんだ。でも兵がいないのよね。ああ、流人の身だからだ。自身の兵も北条氏にもまとまった軍はなかった。そこで東国の兵士に反発する武士たちを味方につけ、兵士と戦うことになる。300人は必要みたいだね。源平合戦の詳細は長くなるから省略だ。この戦いで兵士は滅亡するんだけど、その最中に頼朝はいとこの源義仲を討伐するんだ。敵は兵士でしょうになんでまた？義仲は自称寿永の乱で活躍し頼朝よりも先に上洛している。都から平家一門を追い出し、法皇から討伐を命じられたんだ。頼朝よりも先に活躍してたのか。だが義仲の部下たちが都で盗みや乱暴を働くようになり、貴族や上皇が反発されるんだ。教育がなってないわね。そこで法皇は頼朝に義仲討伐を命じた。都を手に入れたい頼朝はこれはチャンスと義経と弟の範頼を義仲軍討伐に向かわせるんだ。頼朝ブラザーズ対頼朝いとこか。義仲は都の守りを固め迎え撃つが敗北。頼朝はいとこを滅ぼしたんだ。さらばいとこ。源平合戦は義経の活躍もあり、頼朝は兵士との戦いに勝つ。だが父も兄も亡くした頼朝にとって数少ない身内の義経を死に追いやるんだ。須田正樹も、なんでまた？1184年、義経は法皇から左衛門少尉に命じられ、検非違使の職に就いた。検非違使？どうしてここで英語が出てくると思った？都の違法行為などを検察する職だ。警察的なやつだな。なるほど。だが頼朝は激怒した。は？なんで？平家討伐の恩賞は自分が決めると朝廷に申し出ていたんだ。だから自分の許可なく官位を受け、法皇に近づいた義経に対し切れたんだ。それは義経じゃなくて朝廷に言いなよ。義経が壇の浦の戦いで捕らえた平の宗盛清宗伏を連れ、鎌倉に凱旋しようとしたんだ。切れてる頼朝は伏だけを引き取り、義経は鎌倉に入れなかった。敵を捕まえてきたんだから、お兄ちゃんに褒めてもらえると思ったでしょうに。義経は流人だった時に世話になっていた。東北の奥州藤原氏を頼るほかなかった。馬の上で片手で逆立ちしてた場所だね。頼朝は当時の当主藤原の秀平が持つ軍事力に手を出せずにいたが、秀平が亡くなると義経討伐に軍を差し向けたんだ。須田君逃げて、秀平の後継者安平は国を守るために義経を撃つことにする。義経は完全に追い詰められ自害してしまった。その後、安平は義経の首を頼朝に送ったものの、なんで勝手に弟を討伐してんだよって言いがかりをつけられた挙句、奥州藤原氏は滅ぼされてしまった。弟が職をもらっただけでそこまでしちゃうものなのかな。逆に職に就かないのならわからなくもないけど。そうか、霊夢を追い込んでもいいんだな。やめて、鎌倉時代に書かれた歴史書吾妻鏡には勝手に官位についたこと、兵士との戦いの最中に好き勝手に振る舞っていたことなどが原因とされている。だからって、それに義経が検非違使になり都に常駐されると、そのまま法皇の直属軍となる可能性がある。さっきも言った通り頼朝には自分の兵はないし、義経が直接法皇から褒美をもらっては自分の立場が危うくなる。だから頼朝にとって邪魔になっていたんだろうな。それと、後継ぎの問題もあるが、それはまた後でな。さらば兄弟。さらに頼朝はやはり源平合戦で活躍した兄弟の範頼を伊豆に流した。範頼って言うと、いとこを討伐に行った人だね。なんでまた？頼朝に謀反の疑いがかけられてしまったんだ。反抗的な態度でも取ってたのかしら？いや、頼朝に従順な態度を取っていて、義経を討伐する時にも参戦していたぜ。だがある日のこと、頼朝が撃たれたとの報告が範頼の耳に入るんだ。いつの間に撃たれちゃったの？それを聞いて狼狽する頼朝の妻政子に対しこう言った。兄が亡くなっても私がいる、心配無用だってな。頼もしいわね。
だが頼朝のことは誤報だった。っておい、ちゃんと確認してから報告しろ。政子を励ますためにかけた言葉を頼朝が知り激怒。いやいや、誤報を信じちゃっただけなんだから怒らなくても。頼朝はその言葉から謀反の意思があると考えたんだ。考え飛びすぎ。範頼は疑いを晴らすために書状を送るが、そこに書かれた源範頼って名前に対しまた激怒する。え、なんで？源氏を名乗るなんて身分不相応だってな。こら大泉いい加減にしろ。お前だって源名乗ってるだろ。役者に怒るな。さらに範頼の家臣大麻太郎が頼朝の真意を知るために寝床に侵入し捕らえられてしまう。お前は何してんだ？まず名前がアウトだろ。暗殺を企てたと思われ謀反の疑いが確実のものとなり、伊豆に流されてしまったんだ。範頼は伊豆で謀殺されたって説がある。企てたと思われてもしょうがない。さらば兄弟。こうして兄弟を皆殺しにした頼朝だが、さらに自分の長女お姫のフィアンセで、義仲の長男義高も殺すんだぜ。さらば婿殿。って、何なの？サイコキラーなの？殺人鬼ではないからな。鎌倉幕府が成立して7年後、頼朝は53歳で亡くなる。罰が当たったか。落馬による脳出血が死因と言われてるぜ。馬に乗ってグラグラするから。ドラマでそんなセリフあったな。落馬以外にも糖尿病や暗殺など死因に関する説はあるが、正確にはなんで亡くなったのかは分かっていない。さらば頼朝。頼朝の後は嫡子の頼家が継ぎ、鎌倉幕府第二代将軍になった頼家は、幼い頃から武芸を鍛えられ、狩りでは鹿を射止めるたり、武力特化した人物だったようだ。それは心強いじゃないの。だが、頼朝が挙兵した時各地の武将が味方になったようなカリスマ性がなかったようだ。頼家は御家人を統率し従わせることができなかった。何より政治を取り行う能力がなかったそうだ。それはまずいわね。亡き頼朝の妻政子が父の時政や比企能員や三浦義澄、ドラマではおっちょこちょいな三好康信などで構成された13人の御家人衆による合議制で、幕府を運営しようとするんだ。それが鎌倉殿の13人ってわけか。佐藤二郎さんや佐藤 B 作さんが演じてるわね。だが、北条家のやり方が気に食わない頼家は妻の実家の比企氏を頼りにし、手を組んで北条氏を討とうとするんだ。って、自分の実家じゃないの？結局は身内争いが始まっちゃうのね。そうだな。頼家と権力を奪われることを恐れた時政と政子は逆に比企氏を滅ぼしてしまう。さらば二郎。そして頼家は将軍職を解任され伊豆に幽閉された挙句、北条氏が差し向けた兵により暗殺されたんだ。さらば子供。北条氏は頼朝の第二子、たった12歳の実朝を三代将軍につけた。いや、小学生には無理だから。そうだな、だから時政が執権、つまりは権力を将軍の代わりに取り行う職につき、北条氏は幕府の実質的な権力者であり続けた。12歳じゃ北条が気に食わないとかないから反乱も起きないね。実朝は政治に関心がなく芸術、特に和歌を好んでいて、新古今和歌集を編纂した後鳥羽上皇を敬愛していたそうだ。妻は公家から迎えていたから、朝廷との関係は良好。鎌倉幕府は短い安定期に入った。短いのか。だが、比企氏を滅ぼした時政は5歳の陸との間に生まれた長女の婿平賀朝政を、将軍の座に座らせようと、実朝の暗殺を企むんだ。時政が、絶対に陸にそそのかされたんでしょ？結果、時政は政子や弟の義時によって追放され、幕府の執権には義時がついた。さらば父上。実朝はその間ものんきに和歌を読んでいたのかしらね。そうなんだろうな。だが、そんなある日、実朝が鶴岡八幡宮で亡き兄の頼家の黒陽によって暗殺されてしまうんだ。さらば実朝って、何回さらばって言ったかしら。身内で殺し合いしすぎ。黒陽は暗殺するとき親の仇を討つと叫んだと言われている。いやいや、頼家を殺したのは実朝じゃないでしょうに。実朝に子供はいなかったの？いなかったな。あらら、完全に三代で終わってしまったわ。それ以降も北条氏による執権が鎌倉幕府の権力を握り9代まで続いた将軍は傀儡と化していた。さらに足利氏が源氏の嫡流を名乗るようになり、やがては高氏が倒幕、新しい武家政権を樹立する正当性を主張する大きな根拠となったんだ。室町幕府の誕生であるってことか。ここからはなぜ源氏が3代で滅んでしまったのか考えられているその理由を解説するぜ。簡単によろしく。義経の時に話した後継ぎの問題だ。ああ、言ってたね。頼朝には嫡男の頼家がいたんだ。頼家を後継にしたい頼朝にとっては、万が一義経が後継者として持ち上げられ、源氏が身分子闘争に発展する可能性を排除したかったんじゃないかって考えられてるな。身内で争うなんてないでしょ。いや散々あったか。そうだな。
頼朝より前の時代にも源氏内部で争いがあって、その二の舞にならないようしたって言われてるな。何があったの？頼朝の曽祖父にあたる義家は弟の義綱との争いの末、戦になろうとした。さらに弟の義満は義家の子と勢力争いをしたんだ。その時から身内で戦ってたのね。義家が亡くなると四男の義忠が後を継ぐが殺されてしまう。犯人は弟の義綱だ。ごめん、名前が義義すぎて難しい。まだ義義は続くぜ。義忠の老いため義が追討するなど、身内争いをしている間に義家の嫡男義親を平氏が討ち、勢力を拡大していたんだ。ほら、周り見ないから、追い抜かれちゃうんだよ。さらにため義の子であり頼朝の父義朝は方言の乱でため義を討つが、源氏は勢力を低下させてしまう。その後の平治の乱では義朝が平の清盛に討たれてしまい、勢力をなくしてしまったんだ。それで頼朝が伊豆に流されたんだね。頼朝は源氏の過去の身内争いから学び、嫡流以外を排除しようとしたのかもしれない。それと、源氏を名乗って怒られた人がいただろ？兄弟ね。頼朝は自分の血統を他の源氏一族よりも特別なものと意識させていた。だから他の源氏一族に源を名乗ることを許さなかったんだ。それもどうなのって感じだけど、だがそうやって一族の序列を厳しくすることで、やはり将来の身内争いを断つことを意図したんじゃないかとも言われている。過去に学べって言うけど、やりすぎよね。そうだな。嫡流にこだわったのが裏目に出て、頼朝の死後は権力を握ろうとする北条氏に簡単に乗っ取られてしまった頼朝自身も、北条氏や御家人に暗殺されたんじゃないかって説があるからな。落馬の時にも言ってたわね。頼朝は義経を捜索する名目で全国に守護地頭を配置したんだ。守護は軍事や警察を、地頭は税の収集を目的とする役目だぜ。それが何か問題あるの？荘園から領領米を収集することができたんだけど、年貢を横取りしたりさらに土地を奪ったりしたんだ。職権乱用ね。御家人たちは幕府に訴えるんだけど、頼朝は譲歩してしまった挙句に耳を貸さなくなったんだ。御家人から嫌われたわね。そうだな。しかも頼朝は平の清盛と同じことをしようとして嫌われたんだ。何した？娘の大姫を後鳥羽上皇の妃にしようとしたんだ。うまくいけば源氏は天皇の外戚に、大姫の祖父時政の権威も増すと考えた。うまくいったの？いや、大姫が亡くなり実現しなかった。頼朝は諦めず事情妃にしようとするんだ。諦めが悪いわね。頼朝の貴族化戦略に北条氏を含む多くの御家人が不満を抱き、もはや邪魔な存在となってしまった。それで頼朝が北条氏に暗殺されたんじゃないかって説があるぜ。身内争いを排除しようとしたのに、結局は自分で巻き起こしていたんだね。そうだな。邪魔者を排除した挙句、自分たちが邪魔者として排除されてしまった。自滅って言ってもいいだろうな。残念ね。さて、これで源氏の将軍三代の滅亡について解説を終えるぜ。みんな仲良くってわけにはいかないのかしらね。誰しも権力が欲しいからな。今と違って殺して奪うのが当たり前だ。お手手繋いで一緒にってわけにはいかないだろうぜ。そうか、私たちもいずれはそうなるのかな？その発言は謀反と捉えるが、よし、戦争か？ごめんなさい。くくく、私の傀儡って気づいてないのね。ゆっくり霊夢だよ。ゆっくり魔理沙だぜ。さて、今回は頼朝の死について紹介するぜ。頼朝って、鎌倉幕府初代将軍の源の頼朝のことかしら？その通りだぜ。ただ、いつ、どうして亡くなったかについて知っているかい？亡くなった年とか原因なんてあまり考えたことないわね。織田信長とかなら有名だから知っているけど、実は、頼朝の死因は断定されていないんだぜ。そうなの？鎌倉幕府に関する唯一の公式記録と言ってもいい資料に吾妻鏡があるのだが、ここでも頼朝の死に関する記述が欠落しているんだ。そのため、歴史研究者や専門家でも、頼朝の死因についてはっきりと断言できないんだぜ。でも、どうして欠落しているのかしら？初代将軍となると、相当影響力のある人物のはずだから残しているのが普通だとは思うけど、そのあたりについても紹介するぜ。それじゃ早速、頼朝の死の紹介を始めていくな。それじゃあゆっくりしていってね。まず、源頼朝の生涯について軽く紹介しておくぜ。頼朝は旧安3年1147年、清和天皇を祖とする河内源氏、源義朝の三男坊として、尾張国厚田現在の名古屋市厚田区に生まれたんだ。父の義朝が平治の乱で敗退すると、伊豆国へ配流されてしまったんだぜ。名古屋から伊豆だと、一気に鎌倉に近づいたわね。やがて伊豆で平氏打倒の兵を挙げると、鎌倉を根城に関東を制圧し、源義仲らと平氏を一気に打ち倒したんだ。また、先行のあった弟の源義経を追放すると、諸国に守護と地頭を設置して勢力を温存し、
東北地方に勢力を張っていた奥州藤原氏を滅亡に追い込み、全国を平定したんだぜ。有名な兄弟喧嘩だね。その後、建久3年1192年、後鳥羽天皇から征夷大将軍を拝命したんだ。ちなみに、鎌倉幕府の開府の年を征夷大将軍に拝命された1192年とするのか、守護寺統制度を設置した1185年にするのか、世代によって教わった年が違うのは有名な話だぜ。良い国作ろうと良い箱作ろうのどっちで覚えた人が多いかしらね。最近は1185が主流みたいだな。その後、頼朝は建久10年1199年に亡くなったと考えられているんだ。亡くなった年は分かっているのね。京都の公家の日記にも頼朝の死について触れているものもあったから、そのような文献を踏まえて建久10年1月13日だと言われているんだぜ。ただ、さっきも紹介した吾妻鏡では建久6年1195年12月22日、頼朝が若い頃からの友人の家に遊びに行ったという記事を最後に、建久7年1196年から建久10年1199年1月の約3年間の記録が、ごっそりと抜けているんだ。その間に何があったのかが気になるのに、そして唐突に、建久10年1199年2月6日に頼朝の長男である頼家が後を継いで、征夷大将軍となったという内容の記事から再開し、その後は2代目将軍頼家の治世と失脚が書かれているんだ。ちなみに、この間に頼朝の死に関する言及は一切ないんだぜ。あえて伏せているのかしら？頼朝の死に関する記事が出てくるのは、3代目将軍の実朝の時になってようやく振り返ったんだ。頼朝の死から13年という歳月が経った建約2年1212年2月28日のこと。相模国現神奈川県を流れる相模川の橋が壊れていて、地元民が困っているというクレームが将軍実朝の元に届いたんだ。陳情はクレームみたいな意味で捉えるわね。その出来事と頼朝の死に関係があるのかしら？実は、この橋は建久9年の12月に完成を記念する式典が行われたんだ。頼朝が亡くなった日とされている建久10年1月13日と近いわね。もしかして、その式典で何かあったのかしら？勘が鋭いな。実は、この式典に頼朝は参加していたのだが、頼朝が橋に差し掛かるや、突如として馬が何かに怯えるかのように棒立ちとなったんだ。そのため、乗っていた頼朝が振り落とされて負傷し、その半月後の翌年1月13日に亡くなってしまったんだぜ。あの大将軍頼朝が馬から落馬したの？衝撃だよな。将軍の頼朝が亡くなったので縁起の悪いとされ、ずっと放置されていた橋でもあったんだ。ただ、実朝は縁起を担ぐよりも、地元民の不便を解消しようとして、橋を新たに架けることを決定した、という内容が吾妻鏡に描かれているんだぜ。そんな話があったのね。頼朝が落馬で生涯を終えたの？現在のところ、この落馬が原因で怪我をして寝込んだ、あるいは落馬を引き起こすような原因となる何らかの病を発症した、というのが一番支持されている説なんだぜ。特に考えられているのが脳卒中なんだ。よく聞く病気よね。なんだか恐ろしい、ってイメージがあるわ。脳卒中とは脳血管に障害が起こる病気の総称のことで、代表的なものには脳血管が詰まる脳梗塞と、脳血管が破れる脳出血や蜘蛛膜下出血などがあるんだ。明治時代の医学史家である藤川雄によると、頼朝は脳卒中を起こして突然意識を失い、手足が麻痺して落馬したとしているんだぜ。今でも車を運転中に脳卒中を発症して事故を起こすなんてことがあるものね。そうだぜ。鎌倉時代の場合、自動車ではなく馬を御している時に起こったんだ。脳卒中といっても、さっきも紹介した通り症状はいろいろあって、血管が詰まって狭くなり血流が滞れば脳梗塞、脳の太い血管が動脈硬化で狭くなり血栓が生じて血管が詰まれば脳血栓、心臓などからの血栓が血管を塞げば脳塞栓症、一時的に脳の血管が詰まれば一過性脳虚血発作となるんだ。とにかく怖い病気なのね。また、脳の中の細かい血管が破れて出血したなら脳出血、脳の表面の大きな血管にできた動脈瘤が破れたなら蜘蛛膜下出血と断言できるのだが、いずれにしても頼朝が亡くなったのは、数百年も前の出来事のために、確認する手立てがなく、真偽は不明なんだぜ。文献にもしっかり残ってないとなると迷宮入りね。ところで、鎌倉時代に表された京都の公家による日記には、伝聞という形で幕府の出来事が書かれているんだ。公家による代表的な日記として百人一首を編纂した歌人、藤原の定家の明月記があるんだぜ。これによると、1月13日に頼朝が亡くなったが、原因はおそらく急病だろうとあるんだ。日付がわかるくらい、当時の日本または上流階級の間では頼朝の死は広まっていたのね。そうだぜ。当時の関白の日記である猪熊関白記には、頼朝は思いのミミズの病となり、その後亡くなったという噂を聞いたという内容が書かれていたんだ。
重いのミミズって何かしら？のミミズ病と呼ばれていたものだな。この病気が、現代の糖尿病ではないかと言われているんだ。その頃からあったのね。他にも、上級期には水の神に取り憑かれてとあるんだぜ。あくまで伝聞だから途中で内容が変わってしまうなんてことは当然あり得るものの、それでも水が鍵になると思うんだ。水って怖いわね。水に関連した話だと、落馬した際に川に落ちて大量の水を飲んだことが死に繋がったという説や、糖尿病を患い、その合併症により亡くなったという説があるんだ。どんだけ水に恨まれてるのよ。また、落馬が原因で脳の中枢神経にダメージを負い、尿崩症という、尿のコントロールが効かなくなる病気になったのではないかという説もあるんだぜ。名前を聞いただけで恐ろしいわね。これを患うと、大量に尿が出てしまうので、大量に水分を欲するようになるんだ。現在では治療可能な病のためあまり効かないかもしれないが、当時の医療ではどうしようもなかったはずだぜ。ちゃんとした理由はわからないけど、水が鍵だってことはわかったわ。と、ここまでは病気にまつわる説を紹介したが、ここからは別の説を取り上げるぜ。鎌倉時代が終焉を迎えて南北朝時代に突入すると、方略漢記と呼ばれる歴史書が成立したんだ。それによると、頼朝は式典の帰り道で、死に追いやった弟の義経や、平家と共に壇の裏に沈んだ安徳天皇の亡霊を見て寝込み、亡くなったと書かれているんだぜ。出たこの時代、亡霊大好きよね。いかにも昔の日本って感じね。確かに現代科学では、亡霊の存在なんて非常に疑わしいけどな。でも、現に頼朝は鎌倉幕府を成立させるため、平家や義経などの多くの人を犠牲にしてきた面もあるのは間違いないんだ。罪悪感や疑心暗鬼に駆られるのは、独裁的な支配者が陥りがちな精神状態でもあるんだぜ。亡霊が実在しなかったとしても、亡霊を見たという思い込みに囚われてしまうような精神状態だったのはありえそうね。鎌倉後期に成立した北条旧大記にも、亡霊に関する言及があり、これらの資料によると頼朝が八つ的ヶ原に差し掛かった時に、弟の義経と叔父の行家、源義弘らの亡霊までもが現れて、それに驚いた馬が暴れ出した、ことで落馬につながったとされているんだ。ちょっと信憑性あるわね。また、稲村ヶ崎に差し掛かった時に、壇の裏に沈んだ安徳天皇の亡霊が現れたことで、頼朝が失神した可能性についても取り上げているんだぜ。いずれにしても、強大な権力を掌握する上で起こした行いにより、心にやましさを抱える頼朝にとっては、見えるはずもない義経らの亡霊が見えたのは霊夢の言う通り否定できないな。となると、身体的または精神的な重度の病気が原因で落馬した可能性が高そうね。ただ、いずれにせよなぜ絶対的な権力者だった頼朝の死について、幕府の立場から触れられたのが10年以上経過した後になってからなのか、という点は疑問として残るんだ。確かに、落馬という想定外の事態が発生してから半月後に急死したとなると、現場も相当混乱していたかもしれないし、結果として記録に残すという作業が後回しになってしまった可能性も否定できないかもしれない。ここで考えてもらいたいのが、記者見積ものなんだぜ。聞いたことがある単語ね。日本本民の皆様はご存知かしら。なんだそのダサい名前。日本史で習ったことのある方も多いと思うが、平安時代頃から騎馬は武士に許されたこともあり、キューバの道である汽車が武芸の中でも最高位のものとされ、実践的な鍛錬として汽車見積ものが行われるようになったんだ。武家の棟梁である頼朝が落馬によって亡くなったとなると、その死は武士としてとても不名誉なことだと思わないかい？確かに、馬を上手に御することが武士のステータスって考えたらね。絶対的な権力者だったからこそ、不名誉な死を隠したかったなんて考え方もできるんだ。ただ、もし仮にこれが真実だとしたら、なぜ三代将軍の実朝の時代に記録として残されたのか、という新たな疑問も浮上するんだ。不名誉なしなら、幕府側の資料としてずっと隠すことだってできたはずだぜ。言われてみたらそうね。頼朝の死の前後、朝廷内では新幕派と反幕派が激しく対立していたんだ。頼朝の死の3年前の建久7年1196年、反幕派の月見門道親が政変を起こして、新幕派を一掃して以後、奇怪な事件が続いたんだぜ。奇怪な事件？道親は頼朝の長女である大姫の病気回復を祈祷する源者を鎌倉に派遣するが、大姫は急死してしまうんだ。この大姫を天皇家に嫁がせることによって、頼朝が外戚として朝廷に影響力を与えようという朝廷工作を頼朝は画策していたんだぜ。頼朝悪い男だわ。大姫の死後も頼朝は朝廷工作を諦めておらず、次女の三万に嫁がせるように計画したが、三万も後を追うように急死してしまうんだ。さらに、新幕派の一条義康も急逝した上に、畠山重康、梶原景時、稲毛重成など、頼朝を取り巻く重鎮も次々と不審死を遂げたんだぜ。
頼朝に親しい人が次々に亡くなっていくとなると、何か疑ってしまうわね。確かに、ここまで不幸が続くと、道近をはじめとした反幕派の誰かが何かを企てているかもしれない、と思うのもわかるぜ。だが道近も、頼朝の死から3年後に急死しているんだ。ええ、頼朝が亡くなって以降、頼朝の弟であるあの禅譲や、早期から頼朝を支えた御家人の比企一族は次々と闇に葬られていったんだ。闇が深いわね。そして将軍も、頼朝の次男であった三代将軍実朝が、鶴岡八幡宮で二代将軍であり、兄でもあった頼家の子、供養に暗殺されると、源氏将軍は断絶してしまうんだぜ。その後、幕府での実権を長年に及んで握ったのは頼朝の妻であった北条政子率いる北条氏なのは知っているはずだぜ。北条氏は代々執権を世襲し、権力を確固たるものにしたんだ。となると、北条氏も何か怪しいわね。現に、北条政子の父である北条時政は、二代将軍頼家を追放し、修善寺に幽閉した上で謀殺。さらに、第三代将軍実朝も暗殺して娘婿を将軍に立てようとしたからな。頼朝ももしかしたら北条家によって闇に葬られた可能性もあるかもしれないわね。ただ、真相は歴史の闇の中、ってところだぜ。以上が頼朝の死についてだぜ。頼朝の死については、記録に残ってないからこそ、人々の想像をかき立てていて、様々な創作作品が生まれてきたんだ。中でも一番荒唐無稽かつ有名なのが、昭和7年1932年4月に東京歌舞伎座で初演された歌舞伎の演目頼朝の死だぜ。どんな話なの？これは、頼朝が女装して、浮気相手の家に侵入しようとしたところ、警備していた御家人に切り殺されてしまったんだ。そこで北条政子と重鎮たちがその情けない死に方を隠蔽し、落馬で死んだということにしたが、父の死に疑問を持った二代目将軍頼家がその真相を探るという構成なんだぜ。コメディ系の邦画でありそうな話ね。確かにそうだな。今回紹介した他にも頼朝の死について知っていることがあったらぜひコメントしてほしいぜ。ゆっくり霊夢と、ゆっくりマリサだぜ。マリサはさ、なんで平成から令和になったか知ってる？そりゃ平成の天皇が譲ったからだろ。生前退位ってやつだな。え、知ってたの？逆に知らなかったのか、今令和何年だと思ってるんだよ。さすが、やるわねマリサ。それでね、天皇についていろいろ調べてたのよ。おお、いいんじゃないか。そしたらね、なんか天皇の最初の方は実在したかどうかわからないんだって。だな。日本書紀とか古事記が全部真実だったってわけじゃないらしいからな。なんかそういう謎って惹かれる部分があるよね。霊夢でもそんなこと思うんだな。じゃあそれっぽい話してやるよ。ということで、今回のテーマは源義経についてだ。それじゃあ、ゆっくりしていってね。まずは源義経の謎大き前半生から話していこう。謎の大き前半生ってなんかかっこいいわね。霊夢、好きそうだな。源義経についての資料は少なくて、牛若丸の物語は歴史書の、吾妻鏡や軍記物の、平治物語、義経記などに書かれたものが元となっているんだ。ってことはさ、脚色された可能性もありってこと？まあ泣きにしもあらずだな。そんな義経は源義朝と時は御前の間に生まれて、牛若丸と名付けられたぜ。聞いたことある、牛若丸。それで平治元年になると、父である義朝が平治の乱の謀反人として廃止したから、母と兄たちと共に大和の国へ逃亡するんだ。兄たちは出家して僧侶になったんだけど、母は京都に戻った後に公家と再婚。牛若丸は11歳の時に京都、鞍馬寺に預けられて、シャナ王と名乗ったぜ。シャナ王っていうのもかっこいいわね。私も名前変えようかしら。一応聞いておくけど、候補はあるのか。ん？霊夢丸か霊夢王。丸パクリかよ。聞いて損した。それから上安4年、僧になることを拒否した義経は鞍馬寺を出て、奥州の藤原の秀衡を頼って平泉に向かうことに。そんな義経の前に現れたのが、荒くれ者だった武蔵坊弁慶。京都の五条大橋での出会いだったと言われているな。弁慶知ってる、なんかやたら武器持ってるイメージ。だな。一説によると、弁慶は強者と戦い続けて、敵の刀を999本奪ってきた、お前の刀でちょうど1000本目だと義経に言い放ち、戦いを挑んだそうだ。そして義経は戦いの最中、弁慶のすねを思いっきり叩いて、弁慶を倒したんだとか。これが、弁慶の泣きどころのゆえんと言われているぜ。そのことわざ、みたいなのも、もちろん知ってるよ。知らないことは罪じゃないから、別に無理しなくていいぞ。こうして弁慶は義経に心酔して、その後は最後の最後まで側近として大活躍することになるんだ。いい感じのお供を仲間にしたわね、義経さん。ちなみに義経記によると、源氏ゆかりの通詞、義と、
常本雄生は源氏初代の、常を用いて、実名を、義経にしたと言われているぞ。それから時は経ち、治承4年。持ち人王という皇族が権力を掌握して横暴な政治を行う平家に謀反を起こすぜ。平家やりたい放題。まあ持ち人王の挙兵自体はすぐに鎮圧されるんだけど、それをきっかけに各地の源氏たちが反乱を起こすんだ。これがあの有名な源平合戦の始まりだな。そして兄である頼朝も伊豆の国で挙兵すると、義経は共に戦うことを望んで兄と涙の再会を果たしたぜ。涙の再会、良いわね兄弟愛。頼朝と再会した義経は、頼朝のもう一人の弟である範頼と共に遠征軍の指揮に当たるんだ。一方、頼朝は本拠地の鎌倉で東国経営に力を入れていた。そんな中、頼朝がいとこの木曽義仲と対立。これは後白河法皇が平家追討の功績について、義仲より頼朝を高く評価したことがきっかけだったんだ。この辺が平家物語かな。だな。霊夢の口から平家物語って出てくるとは思わなかった。失礼か。でもなんで知ってたんだ。それは内緒よ。私も謎な人物を目指してるからね。あ、そう。それでその後に後白河法皇は義仲により幽閉されてしまって、義経と範頼はこの事態を収めるため京に進軍して、合わずの戦いで義仲を討ち取るんだ。次に平家討伐を命じられた義経は範頼と共に出兵。聖兵70騎を率いて断崖絶壁の崖から逆落としを仕掛けて平家本陣を奇襲したぞ。断崖絶壁を駆け降りるってさ、相当やばいよね。うん。でも義経は断崖絶壁を見て思ったんだろ、いけるって。シンプルに部下の気持ちも考えてほしい。この奇策によって義経らが勝利した戦いが、かの有名な一の谷の戦いだな。そして、それまで無名だった義経は歴史の表舞台に躍り出たんだぜ。一の谷の戦いの後、範頼は鎌倉へ戻って、頼朝の推挙で国司に任命されるんだ。一方、義経は京に残って治安維持を務めたぜ。今のところは平和かな。その後、壇の浦の戦いで平家を滅亡に追い込むことに成功した義経。功績を認められて官位を得ることに。こうして官位を得た義経だったんだけど、頼朝は自分に断りなく朝廷から官位を得たことに激怒してしまうんだ。なんで俺の断りもなしに、的な。そうそう。今日はいつになく冴えてるな、霊夢。さらに平家追討で義経を補佐した梶原景時から、義経は追討の功績を独占しようとしているとの話を耳にした頼朝は、義経に対する不信感を募らせてゆく。そして義経は鎌倉に帰ろうとしたんだけど、頼朝から許可が下りなくて、鎌倉郊外の満腹寺に泊まることに。ホームに帰れなくなってしまった義経さん。だから義経は謀反を起こす気がないことを示す腰越状を頼朝に送ったんだ。にもかかわらず、義経は京都に帰るように命じられてしまった。この現実に落胆した義経は頼朝を恨むように。徐々に兄弟の仲が悪くなっていく。その後、かつて木曽義仲に従った叔父である源行家の追討を頼朝から要請されたんだけど、義経は仮病を使って拒否したぜ。学校か。仮病使ってずる休みか。この態度から、義経は行家と一緒にいると判断した頼朝は義経邸を襲撃。兄から命を狙われていることを知った義経は、頼朝打倒を掲げて、後白河法皇から頼朝追討の院宣を得るぜ。おお、弟の反撃が始まるわね。だけど義経に賛同する勢力は少なくて、逆に今度は義経追討の院宣が出されて一気に窮地に陥ってしまうんだ。兄貴強かったー。こうして京都に泊まれなくなった義経は、妻子と共に藤原の秀平を頼って奥州へ向かうんだ。その頃、頼朝は義経を捕らえるために全国に守護、地頭の設置を法皇に認めさせて、義経を追い詰めることに成功。やばいじゃん、義経さん。どうなるのかしら。それから藤原の秀平が病没して、その子である安平が後を継ぐと、頼朝は朝廷を使って圧力を強めたんだ。安平は父から、義経の指図を仰げと遺言されていたんだけど、度重なる圧力に屈服して義経を襲撃してしまう。圧力に屈して遺言を守れなかったって、なんだかかわいそうね。この時、主人の義経を守ろうと弁慶は迫り来る敵を次々と撃つんだけど、奇襲を受けた義経側の兵力は乏しくて、多勢に無勢という状況。弁慶さん、頑張って。そして矢を受け、歯で切られた弁慶はこの地で命を落としてしまった。弁慶は多くの傷を負って命が絶えたのにもかかわらず、持っていた薙刀を杖代わりに仁王立ちのまま立ち続けて、敵兵たちを恐れさせたと言われているぜ。かっこよすぎる。あれ、でもこのシーンってどこかで見たような気が。いや、気のせいじゃないか。あったとしても、きっとそんなに関係ないだろ。確か、白いヒゲの大男が黒いヒゲの大男たちに。やめろ。それ以上言うな。いろいろややこしくなりそうだから。話を戻すぞ。
そんな弁慶の主君を守るための必死の抵抗も虚しく、追い詰められた義経は戦わずに持仏堂にこもるんだ。そして幼少期を過ごした鞍馬寺で預かったという愛刀、今の剣で、妻子と共に自害してしまった。兄貴がなかなか兄弟だったわね。この兄弟のすれ違いってさ、他にも理由があるんじゃないの？いい質問だ。義経と頼朝がすれ違ったと言われている理由として考えられるものはいくつかあるぜ。やっぱそうだよね。いくらなんでも朝廷にご褒美もらったからって、さすがにここまでしないでしょ。だな。その一つとして、三種の神器が取り戻せなかったことが挙げられるな。三種の神器？ああ、頼朝は武士中心の政権確立を狙っていて、そのためには朝廷から様々な権利を奪う必要があったわけだ。その交渉材料として考えていたのが、三種の神器だった。価値のあるものなのね。かなりな。これは代々天皇が即位する際に継承されるものなんだけど、平家によって持ち去られていたんだ。そこで頼朝は神器を取り戻そうと画策するんだけど、義経は神器の一つである神剣を奪い損ねて海底に沈めてしまっていたというな。あらあら、義経さんやっちゃったわね。それから頼朝は朝廷から神事権を脱出したかったから、自分の推挙や承認なく朝廷から官職を得ないように配下の武士たちに命令をしていたんだ。だけど弟の義経が頼朝の許可なく朝廷から官位を得てしまったから、頼朝は示しがつかなくなったってわけ。弟はいいのかよ、って言われそう。うん。実際、義経に追随して官職を受ける鎌倉武士が続出していたらしいぜ。そして義経が法王の信用を高めたり、武士たちの人望を集めたりすることは、武家政権の確立を目指す頼朝にとっては脅威となってしまう。うんうん。それに義経はかつて平家が独占してきた職務に赴任されて、平家の捕虜である平と北田の娘をめとっていて、これは頼朝にとって構想の根幹を揺るがすものだったんだ。もっと理由はあるかもしれないけど、これらの様々な理由からすれ違っていったんだと私は思ってるぜ。ありがとう。兄弟喧嘩はしないのが一番だってことが学べたわ。うん。あとはあれじゃないか。義経は人に好かれる何かを持っていたって言われているんだ。だから義経軍の兵たちの中には武士だけじゃなくて、多様な人間がいたらしいぜ。たまにいるよね、そういう人。頼朝からしたら、この義経の人望の強さはかなりの脅威だったと思うぞ。そういう星の元に生まれてきたのか知らないけど、羨ましいわ。これで源の義経についての解説は終わりだぜ。資料が少ないから謎なのね。だな。創作の部分もあるだろうけど、こればっかりは調べようがないしな。私はそういうの嫌いじゃないけどね。謎があるから夢が広がるしさ。確かにな。じゃあさ、霊夢もそういう感じにしてみないか。え、どういうこと？私が霊夢についての本か何かを書いておくってことだ。いいだろ。ちゃんとかっこよく書いてくれる。ん？でも事実も織り交ぜたいからな。ちなみにどんな風に書いてくれるの？それは完成してからのお楽しみだろ。まあ、霊夢がそれを目にすることはないだろうけどな。なんか嫌な予感しかしないんですけど。絶対に私が想像してるようなかっこいい感じじゃない。ゆっくり霊夢と、ゆっくり魔理沙だぜ。ああ、私も小池栄子さんに膝枕してもらいたいわ。鎌倉殿の13人の話だな。確かに羨ましいが義経のぶっ飛んだ性格だからできることだよな。そうよね。っていうか、風を起こそうとした弟だったり、源氏はユニークな人しかいないの？ドラマの脚本ではな。だが源の義仲がどんな風に書かれるかは楽しみだな。誰だっけ？頼朝よりも早く入京し平家を都落ちさせた人物だぜ。まだ大河に出てきてないから知らない。それじゃ今回は頼朝と平家の戦いに、頼朝と同じ源氏でありながら第三の勢力となった義仲について解説するぜ。ゆっくりしていってね。源の義仲は育った場所から木曽義仲とも言う。だが生まれた場所は現在の埼玉県武蔵国だ。お父さんとお母さんはどんな人なの？父源義方は即位する前の第76代近衛天皇の警護にあたる立脇とねりのについていて、東宮たちは木の戦場と呼ばれていた。先生とは読まないのね。義高は武蔵国の武士秩父重隆の娘をめとっていたけど、義仲の母は遊女の最後前だと言われているな。義高は次男で兄には頼朝の父義朝がいる。つまりは義仲と頼朝や義経はいとこって関係なのね。そうだな。ちなみに頼朝が生まれたのは1147年だから、1154年生まれの義仲の方が7歳下だ。さて、義高は義仲が2歳の時、甥の義平つまりは義朝の子供に攻めれて武蔵国で撃たれてしまうんだ。なんでまた？源氏の統領の座をめぐる一族の内乱が起きたんだ。義高と義朝の父為義は、義朝と不仲で嫡男を義高に変えたそうだ。
これによって源氏は義高派と義朝派に分かれて争うことになった。ってことは次男に後を継がせようとしたってことね。そう言われている。父を亡くした義仲は義朝派の畠山重義に情けをかけられ命は救われ、現在の長野県信濃国木曽にいる義仲の乳母の夫中原の兼遠に預けられることになった。名前の木曽は地名から来てるのね。そうだな。木曽の地で育ったからその名が定着したんだ。成長した義仲は兼遠の娘を妻に目取り公も受けている。さらに戦場で義仲の横で奮闘した巴御前も兼遠の娘だと言われているぜ。この時は頼朝はどうしてたの？義高が討たれた4年後の1159年に平治の乱が起き、義朝は平清盛に討たれ、父を亡くした頼朝は死を免れ伊豆に流されたんだ。二人ともお父さんを討たれて生き延びたんだ。境遇が似てるわね。そうだな。しかも挙兵した時期もほぼ同じだ。1180年に後白河法皇の第三皇子持人王が平家追討の領事を出して、各地の源氏に挙兵するよう呼びかけたんだ。頼朝は8月に挙兵し、少し遅れて9月に義仲が挙兵をする。二人とも兵士に牛耳られてる世の中を源氏の世にしたくてうずうずしてたでしょうね。義仲の挙兵に兼遠の子で兄弟のように育った。樋口兼光や今井兼平、北作軍の根の井幸親たちが従い、この三人と幸親の息子で木曽四天王と呼ばれるようになる。私も何でもいいから肩書きに四天王が欲しいんだけど、どうすればなれる？無理難題すぎる。挙兵した義仲たちの最初の戦いは横田河原の戦いと呼ばれている。いきなり平家に攻め込んだのね。そうじゃない。平家側につく信濃国の豪族が義仲を討伐しようと木曽への侵攻を企てたんだ。迎え撃った源氏側と市原で戦いが始まるが、源氏側は劣勢になってしまう。そこに援軍を求められた義仲が参戦したんだ。どっちが勝ったの？平家側の軍は4万、一方の源氏側は3千人と数では圧倒的不利な状況だった。だが義仲と共に戦う井上光盛の奇策により勝利を収める。奇策？どんなの？平家は戦いに赤い旗を、源氏は白い旗を掲げて戦っていたんだ。そこで赤い旗を掲げて近づき平家側だと思わせておいて、十分に近づいたところで白い旗に返し襲撃したんだ。油断していた軍は突然現れた源氏に驚き、9千騎も撃たれた上に逃げ出し、源氏側は勝利した。やり方はずるいけど初戦を勝利したのは幸先いいわ。そのまま義仲は現在の群馬県上野の国に進出する。だがたったの2ヶ月で元の信濃国に戻ってしまう。どうして？食べ物が口に合わなかった？霊夢じゃあるまいし。どうやら東国では先に出兵した頼朝が勢力を拡大していたから、衝突を避けるために帰ることにしたそうだ。同じ源氏なんだから仲良くすればいいのにね。共通の敵がいると言っても親の因縁もあるし、源氏の統領の地盤固めをしている頼朝にとって義仲は邪魔な存在だからな。とりあえず仇を討ってからにすればいいのに。この時は衝突しなかったものの、1183年に両者は一触即発な関係になる。どうしたの？何があったの？その原因と考えられる3つの出来事があるんだ。一つ目には甲斐の武田信光は娘を義仲の長男に嫁がせようとしたんだ。信光は誰だっけ？大河で八嶋智人さん演じる武田信義の子供だ。だが義仲に断られ腹いせに、義仲は兵士と手を結び頼朝を討とうとしてる、って頼朝に残言したんだ。断れるし嘘つくし、いろんな意味で残念なお父さんね。二つ目に義仲と頼朝の叔父にあたる雪家が頼朝と揉めて、頼られた義仲は叔父を庇護した。三つ目も叔父の志田義弘が頼朝と敵対し襲撃しようとして失敗、同じく義仲が庇護したんだ。三つ中三つって叔父率高いわね。この出来事で関係は最悪なまでに悪化してしまう。もう仲直りできないのかな？いや、一旦両者の関係は落ち着くんだ。義仲が自分の長男を頼朝の長女お姫の虚婚にし、和議を結んだんだぜ。自分が下手に出て関係を修繕したのか。なんか情けなくない？そう思った配下もいたんだ。この時義仲は配下の武将にこう言った。我が子を人質に差し出したのは、家臣たちの身代わりなのだってな。武将たちを感激させ結束を固めてもらおうと思ったようだ。だが配下たちは義仲が頼朝に譲歩したことに不満を持ち離反する者もいたようだぜ。大将がそれじゃしょうがないよね。義仲は頼朝の勢力とぶつからないよう北陸で平家と戦うことにする。中でも有名なのは栗原峠の戦い。現在の富山県から石川県にかかる峠で義仲軍と清盛の孫維盛の軍が衝突したんだ。どんな戦いがあったの？北陸20万の兵を差し向け義仲は迎え撃った。はじめに加田城の戦いで義仲は負け交代をするが、四天王の一人今井兼平の奇襲によって今度は平家軍が退却をし、砺波山に陣を敷いた。さすが四天王。っていうか奇襲好きよね。
義仲は山の裏にもう一人の四天王樋口兼光の軍を回らせ、夜中に襲撃することにした。その前に義仲は本陣の近くにある現在の羽生五国八幡宮に、戦勝祈願の願書を奉納しているんだ。現在でもこの願書は残っているんだぜ。どんなことが書いてあるんだろう。簡単に説明すると、平清盛が万民を苦しめる世の中で自分は凶悪な平家を退けようと試みている。今一つ兵が結束せず悩んでいたところに八幡宮を拝してとても嬉しい。結束は子供を人質に出したからしないんじゃ。神の意向によりどうか勝たせてほしい。この願いが通じ籠を与えてくれるなら随走を見せてくださいって感じだ。随走って何を見たいの？吉兆のことだな。平家物語ではこの願書を奉納した後に、雲の間から三羽の鳩が現れ、源氏の白旗の上を舞い飛んだと言われているぜ。鳩って言うと平和の象徴？吉兆なの？遥か昔のこと、神宮皇后が朝鮮半島の神羅で戦うが負けそうになったんだ。だが神宮皇后が祈ると三羽の鳩が現れ勝利を収めたって伝説がある。このことから義仲も吉兆としたんだ。願い通り勝てたのかな？ああ、義仲の軍は夜中に大声を上げながら攻め込んだ。突然の襲撃に平家軍はパニック状態になったんだ。また奇襲だね。しかもこの時に松明を牛の角に結んで平家を追いかけ回させたって話もある。龍が追いかけてきたら私なら速攻で逃げるわ。兵もそうだったぜ。平家軍は逃げ惑い敵がいない一方に向かった。そこが栗から峠谷なんだ。兵たちは馬ごと谷に落ち、谷全体が平家の兵の亡骸で埋め尽くし、川餅の色で染まったそうだぜ。いい感じに勝ち進んでるわよね。そうだな。勢いに乗る義仲は続いて篠原合戦にも勝利し、いよいよ京の都に入ったんだ。平家はどうしたの？幼い安徳天皇や母の建礼門院乗子を連れ都落ちしたんだ。後白河法皇は置いていかれちゃったの？いや、連れて行こうとしたんだが、比叡山に隠れていて無事だったんだ。義仲が入京すると法皇と対面し洛中警護を命じられた。平家も追い出したし念願かなってよかったわね。そうでもなかったんだ。義仲は頼朝よりも早く上洛し平家を追い出したにもかかわらず、朝廷は第一の勲功を頼朝に与え、義仲は第二だった。第三は叔父の行家だ。頼朝と揉めた人だね。っていうか、頼朝が第一っておかしくない？平家を追い出したのは義仲でしょ？もちろん義仲は納得しなかった。だから頼朝の絵の恩賞は延期になったんだ。当然よね。義仲の不遇はこれで終わらなかった。義仲は京の貴族から受け入れられなかったんだ。どうしておじゃるから嫌われちゃったの？木曽の田舎で生まれ育ったからな。京の雅な人は粗野な義仲に不快感を抱いたようだ。義仲の家臣も同じく粗野で、しかも乱暴狼藉を働いていたんだぜ。それはまずいわね。誰も義仲に雅な所作を教えてあげなかったのかしら？叔父の行家は長らく京で暮らしていたから教えることはできた。だが勲功が自分より上の上に嫉妬し、競争するような姿勢を見せていたらしい。頼朝と揉めた時に助けてあげた恩を忘れたみたいだね。朝廷からの勲功は低く貴族から嫌われてしまった義仲だが、皇位継承問題に口を出し、ついには頼朝とぶつかることとなる。なんでそこに口出したし、実は北陸から攻めている時、義仲は持人王の伊地北六の宮を保護していたんだ。いつの間に？義仲が挙兵したのは持人王の平家追討の用事があってのこと。平家打倒の最大の功労者の持人王の伊地こそ皇位にふさわしいとしたんだ。気持ちはわかるけどさらに嫌われちゃうんじゃないの？そうなんだ。確かに安徳天皇が平家と都落ちし代わりの天皇を立てる必要がある。だが田舎からやってきた武士が皇位継承問題に介入するのは朝廷も天皇も許さなかった。で、結局は誰が皇位についたの？最終的には占いで選ぶって定で高平親王に決定した。定ってことはできれいすね。後白河法皇との関係も悪化してしまうがその反面、法皇は頼朝と関係を築く。義仲が貢献を与えられた数ヶ月後、頼朝の東国支配権を公認する宣旨が下された。つまりは頼朝も官軍となったわけだ。なんで頼朝が？ってなるわよね。義仲はどうしたの？宣旨が下された時、義仲は平家追討に離れていてしかも戦いに敗れたんだ。そこに頼朝と法皇の接近を知らされ、追討を中断し都に戻った。法皇からしたら戻ってくんなって感じかしら。だが法皇の再追討の命示に義仲は京から出なかったんだ。しかも法皇は義仲にこう伝えた。義仲に謀反の疑いの密告があった。無実ならば平家追討に向かえ、頼朝と戦うならば義仲一人の資格で行え、もしもそのまま京に泊まるつもりならば謀反とみなすってな。謀反なんてでっち上げじゃないの。追い込まれてしまった義仲は法皇の御所法十字を襲撃し、法皇を捕らえ幽閉したんだ。それはさすがに暴走じゃない？っていうか、法皇幽閉されすぎじゃない？幽閉は3回目だぜ。
義仲の暴走はまだ終わらない。摂政や内大臣を罷免し、自らの傀儡とすべく新たに内大臣を任命。さらには40人以上もの法王の側近たちを解任して所領を奪ったんだ。やりすぎよ、非難号号でしょ。ああ、義仲はすっかり孤立してしまった。しかも法王を奉じて北陸へ下ろうにも失敗、平家との和睦を進めようにも失敗、うまくいかなくなってしまった。そしてついに頼朝が差し向けた義経たちの軍が迫ってきた。戦うしかないわね。軍事の全権を掌握し、自らを征夷大将軍に任命させた義仲は、京の防御を固め義経軍を迎え撃とうとした。だが義仲に従い一緒に戦う者はわずかしかいなかった。得意の奇襲作戦も難しいわね。義仲の軍はわずか1600、対する軍勢は6万。圧倒的な戦力差の中、宇治川の戦いで両軍ぶつかるも当然に義仲の軍は敗北し、たったの7騎で大阪山を越え、現在の滋賀県近江国に入ったが撃たれてしまい31歳で亡くなった。頼朝より先に成果を上げたのに残念だったわね。あれ？そういえば頼朝に人質に出してた子供はどうしたの？この時大姫の婿として鎌倉にいたんだ。父の戦死を知ると逃亡を図るが殺されてしまった。かわいそうに。義仲のお墓は滋賀県の義中寺にある。巴御前が義仲の死後、供養したことから始まったお寺なんだ。このお寺には松尾芭蕉のお墓もあるんだぜ。あら、奇遇ね。偶然じゃないんだ。芭蕉は義仲の大ファンで、自分が死んだら義仲の隣に自分の墓を建てるよう遺言を残していたんだぜ。それに羅生門や蜘蛛の糸なんかを書いた芥川龍之介も基礎義仲論を書くほど義仲が好きだったんだ。二人とも義仲の生き方に共感する部分があったんだろうね。さて、これで基礎義仲の解説を終えるぜ。京に入った後にもう少しうまくやれれば頼朝にとって変わってたかもしれないわよね。かもしれないな。後白河法皇に気に入られてれば撃たれることはなかったかもしれない。やっぱり膝枕よね。え？だから膝枕で相手に密着して甘えないと。法皇に膝枕してもらうのは難しくないか？それも曽谷な武将が。義経を超越する自由奔放さがあればワンチャン。西田敏行さんに膝枕してもらいたいか？小池栄子さんがいいわね。ゆっくり霊夢と。ゆっくり魔理沙だぜ。日本人といえば方眼美意。これは源頼朝と源義経に関わる言葉だってのは知ってるよな。実の兄によって撃たれた義経さんに同情することよね。今日は頼朝がなぜ義経を殺したのかについて話していくぜ。今更感あるけど、いろんな説があるみたいだから気になるね。それじゃあゆっくりしていってね。1、源頼朝って？早速だが、霊夢は源頼朝ってどんな人だったか知ってるか？源氏を率いた人で鎌倉幕府を開いた人。ってくらいしか知らないわ。多分、多くの人がその程度の認識なんじゃないかと思う。かくいう私も学生時代はその程度でしか認識してなかったからな。それもこれも、頼朝の弟である源義経の印象が強すぎるからだと思うんだが。子供はみんなリコーダーを横笛にして上着羽織って牛若丸ごっこをしたものよ。そこには全く頷けないが、ただまあそういう感じで頼朝の印象は薄めだと思う。だからこそまず最初に言っておくが、頼朝は鎌倉幕府を開いただけじゃないんだ。鎌倉幕府ってのは言ってみれば初の武士による政治であって、当時にしてみれば開挙だったに違いないからな。武家政権の基盤を作り上げたってことね。だからまずはそんな源頼朝の幼少期から順番に話していくぞ。私にとっても遠い記憶のおさらいになってちょうどいいわ。源頼朝は旧安3年、西暦に直すと1147年の4月8日に、尾張の国愛知郡熱田にて生まれた。それも熱田神宮西側にあった神宮大宮寺の別邸で生まれてるってことからもわかるように、頼朝と熱田神宮は深い関わりがあるんだぜ。熱田神宮って言えば今も正月初詣の定番よね。愛知県外からもかなりの人がやってくるところだわ。でもどういう関わりがあるの？頼朝の母が大宮寺藤原の末則の娘である由良御前だったんだよ。そして霊夢も知ってると思うが、頼朝の父は源義朝っていう川内源氏の6代目リーダーさ。ちなみに頼朝は嫡男だけど実際は三男だったって話。三男が嫡男ってどういうこと？頼朝の兄たちが正室である由良御前の子供じゃないってことだよ。この時代は一夫多妻が普通だったから義朝は多くの側室を持っていたんだ。だから頼朝には兄と弟が合わせて8人、女子も含めればさらに多くの継妹がいたってわけ。男児を産んだら勝ちってわけじゃないんだね。そうだな、どっちかというと血統重視なとこが強くて、どんなに男児を産もうが生まれた後の待遇は正室の子の方がいいってのが普通だ。やっぱ由良御前が神社の血筋なのが正室の理由？と言われてる。熱田神宮は由緒ある神社だし、さらに由良御前の父である藤原の末則は京の朝廷内へのつながりを多く持ってた人だったってのも大きい。何にせよ正室の子っていうアドバンテージは、頼朝にとって大きなものだったんだぜ。
そんなに待遇の差があったの？例えば朝廷内での役職。頼朝は12歳かそこらで役職を与えられることになったんだ。そんな頼朝に対して、長兄である義平は無冠。自兄の友長は頼朝より先に官職についてたものの、頼朝の方が昇進が早かったって言うんだからその差は歴然だろ。4歳以上年の差があるのにな。それは圧倒的な差だわ。頼朝より年上ってことは元服はとっくに済ませてるんでしょうしね。それだけ、頼朝が義朝の後継者として見られ重要視されてたってことなのさ。だが頼朝の人生が絶好調だったのはこの頃まで。この後の頼朝は辛く苦しい境遇に置かれることになってしまうんだ。まさに乗車必須ってわけね。その言葉をここで使うあたりが霊夢の性格の悪さを表してるよな。使えるものは使わなくっちゃ。それで何があったの？時は1159年、後白河上皇の側近である新税に対する不満などから新税を排除するための平治の乱が勃発した。この時後白河上皇派だけど新税反対派である藤原の信頼たちと二条天皇派は協力して新税を倒したんだが、新税に支援してもらってた平氏はこれが面白くない、だから信頼たちと二条天皇派を仲違いさせて上皇と天皇を引き離すことにしたんだよ。ちなみに義朝は信頼に協力してた。義朝さんは新税反対派だったってわけね。平氏はその後どうしたの？二条天皇とうまいこと連携したぜ。で、二条天皇が義朝たちを討てって命令を出したもんだから、大義名分をかざして平の清盛が義朝たちを討伐しに来るわけ。つまり義朝たちは俗軍つまり悪者。平の清盛たちが官軍つまり正義って図式が出来上がっちゃったんだ。うわぁ、形勢逆転。結果、義朝たちは清盛に負けて都落ち。今日から命からがら逃げ出すものの落ち武者狩りに襲われて頼朝とも離れ離れになってしまったんだよ。そのまま頼朝と再会することは叶わず、義朝は味方に裏切られて天に召されてしまったぜ。頼朝さんはどうなっちゃったの？頼朝は近江の国、今でいう滋賀県のあたりで捕まっちゃって清盛の元へ送られたぞ。当然死刑だろ？って思われたんだが、清盛のまま母池の善二の除名嘆願のおかげで死なずに済んだんだ。まあこれは池の善二の除名嘆願だけじゃなくて、義朝が信頼に協力したに過ぎないってのも大きかったんじゃ？って言われてる。師範じゃない人の子供なんだから命を奪うほどじゃないってことかしら。そんな感じだろうな。ただ血のつながりもない人が自分の命を守るために除名嘆願してくれたって事実は変わらないから。頼朝にしてみれば人の情けの深さで生きることができたっていう状態なわけ。そしてそのまま頼朝は今日から400キロ離れた伊豆の国へ流刑にされたのさ。今日からはだいぶ遠いな。その伊豆での流人生活については資料としてほとんど残ってないらしいからあまり話すことはないんだが、頼朝が再び歴史の表舞台に上がったのは1180年、流刑に処されてから20年が経った頃のこと。その頃の京では平の清盛の一族である平家の勢いが拡大してしまってたんだ。イケイケどんどんだったってことか。義朝たちに勝った清盛は後白河法皇を幽閉し、その当時の天皇だった高倉天皇を退位させた。そして次に天皇に就かせたのは安徳天皇。彼は清盛にとって血のつながった孫で、清盛からすれば自分の血族を国のトップに立てることに成功したってわけ。清盛さんの娘さんが高倉天皇の妻だったってことなんだね。まさに野望の成就って感じ。それに納得できなかったのが後白河法皇の息子である以仁王だった。皇位への道を断たれた以仁王は反旗を翻して、平家打倒を掲げて諸国の武将に同調を呼びかけたのさ。そんな以仁王側についてたのが源頼政。同じ源氏として頼朝は挙兵するか悩んだが、そうこうしてる間に頼政たちは敗北してそのまま自害してしまったんだよ。同じ源氏なのにどうして味方につくのをためらったの？それは頼政が源義朝を裏切って平氏についてたからだ。正確に言えば藤原の信頼を裏切っただけで義朝を裏切ったわけじゃないが、結果的に信頼に最後までついていった義朝は命を落としたわけだしな。義朝を裏切ったと同義通過。もちろん挙兵をためらった理由はそれだけじゃないだろうけどな。源氏も一枚岩じゃないってことなんだね。ただ頼朝もずっと傍観者のままでいることはできなかった。なぜなら、頼政が反旗を翻したことがきっかけで平家は源氏を滅ぼす準備を始めたから。そもそも清盛についたことで信頼を得た頼政は、それなりにいい役職に就かせてもらってたんだよ。けれど結局裏切る。信頼できるのは己の一族だけ。となれば源氏は滅ぼすしかないじゃん。そんな簡単に滅ぼさないでほしいわ。そうして挙兵した頼朝はまず伊豆の国の監督をしていた山木兼隆を打ち倒し、伊豆を制圧した。そのまま相模の国つまり今の神奈川の大隊小田原あたりまで進軍していき、平家側である大場景親、伊藤助力との戦いが勃発したんだ。これが有名な石橋山の戦いだぜ。勝ったの？負けたの？
残念ながら頼朝は負けた。っていうのも本来なら三浦一族っていう味方と合流する予定だったんだが、大雨で足止め食らっちゃって合流できなくてな。頼朝軍300に対して相手は3000。無理だろ。勝てるわけねえんだわ。それは無理。10倍は無理すぎ。頼朝は命からがら海路を使って房総半島南部に逃げ延びた。で三浦一族と合流した後に北上して鎌倉を目指したんだよ。それも道すがらいろんな武将を従わせつつな。いろんな武将を従わせたって、どうやって？頼朝は交渉術に長けてたって言われてるんだ。だから強まる兵士の脅威を示して交渉し、石橋山の戦いで敵だった武将すら味方につけることができたって言われてる。昨日の敵は今日の友字で行く人なんだね。そして鎌倉に着いた頼朝は、この鎌倉を源氏東国の拠点として発展させていくことを決めた。鎌倉はかつて先祖が統治した場所だったのもあるし、父義朝や兄義平も住んだことがある土地だったのもあるからな。頼朝にとっては馴染み深いっていうか縁を感じる土地だったのさ。でもそんな簡単にはいかないんでしょ？もちろん。平家も東国の反乱の報告を受けて平の維盛を差し向けてきたからな。頼朝も富士川で迎え撃ち勝利したんだが、これを富士川の戦いっていうぜ。そしてこの戦いの最中に、頼朝の異母弟である義経が馳せ参じたのさ。うおお、出た義経さん。まあこんな感じで、頼朝はかなり苦労して生きてきた源氏の後継者なわけ。でもそれって義朝さんが死んじゃった後の義経さんだって一緒でしょ？むしろ頼朝さんより年下だったんだからどんだけ大変だったのか。そうだよな。それじゃ次は義経がどんな人生を送って兄の元へやってきたのか話していくぜ。に、源義経って？牛若丸伝説について。って言っても実はさ、義経について話せることなんて全然ないんだ。義経の幼少期の話のほとんどが不明なままだからな。頼朝さんは細かくわかってるのに？どうして？それは義経の生まれた年が1159年、つまり平治の乱の起きたその年だからってのが大きいだろうな。父は源義朝だが母は頼朝とは違い、時は御前という側室。つまり義経は嫡子じゃないから頼朝ほど重要視されてなかったんだよ。ああ、さっき話してた嫡男は待遇がいいっていうあれか。幼名は牛若丸。義経が生まれてすぐに義朝が謀反人とされてしまったために、時は御前は自身の子であり牛若丸の兄である今若丸と音若丸。そして牛若丸を連れて大和の国つまり今の奈良県へと逃げなくてはならなかった。これは一族まとめて罪に問われるのを避けるためだったんだぜ。側室の子であっても義朝の血筋に変わりはないもんね。奈良県へ逃げた時は御前は今若丸と音若丸を出家させて僧にすることで命を守ったが、その当時にさえそこらの牛若丸はさすがに出家させるには忍びない。だから時は御前は牛若丸を連れて一条長成と再婚したのさ。牛若丸はこの一条長成の養子になったってわけ。謀反人の子を養子にするなんてすごい度胸じゃん。そのままそこで育ったの？いや、その後はみんなが知ってる牛若丸伝説に出てくるように、鞍馬寺に預けられた。11歳だった牛若丸はその寺での地御名を社名王と名乗り、しばらくそこで過ごすことになるんだ。ここでの天狗の話は後で牛若丸伝説について話すときに説明するぜ。つまりそこはフィクションの可能性が高いってことね。成長した社名王は僧になることを拒否して鞍馬寺から逃げ出し、15歳の時に自ら元服を行い義経と名乗るようになる。その後は奥州藤原氏三代目当主だった藤原の秀平を頼って平泉という場所に行ったとされてるんだ。奥州ってことは東北か。それにしても、奥州藤原氏と何の関係があったの？藤原の秀平の父も隣が、義経の養父だった一条長成のいとこの子だったらしい。簡単に言えば血のつながりがない親戚を頼ったってことさ。いやー、血のつながりないのに助けてくれるの神すぎん。しかも寺から逃げ出した身分なのにな。で、これでおしまい。おしまいってどういうこと？言葉の通りさ。義経について分かってる史実はここまでなんだ。その後は頼朝の挙兵に合わせて馳せ参じてからのことしか書かれてない。それくらい幼少期が謎に包まれてるってことだぞ。じゃあ弁慶さんは？それもフィクションなの？の可能性が高いと言われてるな。だから牛若丸伝説について語らないと、語ることが何もないってくらいの文字数になっちゃうのが源の義経なんだぞ。じゃあせっかくだし少し牛若丸伝説についても話してよ。せっかくだしな。牛若丸伝説として有名なのは鞍馬山天狗と武蔵坊弁慶だが、まずは鞍馬山天狗について話すぞ。養父の元を離れて7歳で鞍馬寺に預けられた牛若丸。彼は真面目に鍛錬してたが、時折寂しくなると笛を吹いて気を紛らわせていた。牛若丸といえば横笛だもんね。ある日牛若丸が笛を吹いていると突如として風が巻き起こり、何かが飛んでくる。牛若丸が上を見るとそこには顔が真っ赤で羽の生えた男がいた。
その男は自らを鞍馬山に住む大天狗と名乗り、牛若丸に師匠の秘密を教えてくれたという。師匠の秘密ってのは自分が源氏の元リーダーの息子だってことかしら。そして大天狗の手下天狗と毎日刀の練習をするようになり、手下の誰にも負けなくなった後、15歳になった牛若丸は寺を離れ都へ向かった。その頃の都では武蔵坊弁慶が五条橋を通る人の刀を奪うという蛮行を働いていたんだよ。出てきました弁慶さん、確か刀千本集めようとしてたのよね。で999本の時に牛若丸が通ったって感じだったはず。それで合ってる、千本目の刀を狙って待ち構えてた弁慶の元に現れたのは、笛を吹きながら橋を通る美しい少年。もちろん弁慶は刀を奪うべく薙刀を振り回して襲いかかってくるが、牛若丸はひらりひらりと橋の上で宙返りをして避けちゃうんだ。前遊ぶ蝶ってわけね、とってもアゲハな感じ。牛若丸に傷一つつけることができなかった弁慶は負けを認め、牛若丸の家来になるっていう話だな。それも中心として、ずっと牛若丸を守り続けたっていうぜ。弁慶についての伝説はもう一つ、義経の死に関しての話があるからそれはまた後で話すとしよう。弁慶さんの話ほんと好きだわ。にしても、弁慶の泣きどころって言葉があるくらいなのに本当にフィクションの人物なの？って言われてるからな。強いて言うなら、吾妻鏡っていう当時の文献の中で名前が出てはいる。それも義経郎党の一人っていう形でだ。いつ生まれてどこで何をしてたかなんてのは一切語られていないぜ。単なるモブのうちの一人が後の物語でどえらい出世したってことなのか。そういうこった。それじゃあ次は、頼朝と義経が出会ってからの話をしていこう。とうとう道が交わる日が来たんだわ。3、兄と弟の絆。富士川の戦いの最中に頼朝の元へ馳せ参じた義経だったが、実は二人はこの時初対面だった。それは義経の出生を見ればわかるように、義経が生まれたのが戦の最中だったのが関係している。そんな初対面かつ、母親の違う異母弟の義経だったが頼朝はそれを受け入れたんだ。それは兄としての気持ちから？そういうわけではなかったと思う。というのも、頼朝ってのは地方武士たちの社会でも稀ながら育った生粋の政治家だったからな。対する義経は身寄りのない環境で育ったある意味不遇の子で、自己承認欲求が高かったって言われてるんだ。頼朝が冷徹な政治家とするならば義経は武芸や戦略に優れ、熱い心を持った武将だったってわけ。つまり義経は政治家としては全然ダメだったと？そう、無頓着だったってのが行動からもわかる。だからこそ頼朝は鎌倉にて武士の統率と領地経営などリーダーとしての仕事をこなし、義経は戦の前線で武力での貢献を果たしてたんだ。それでも大事な戦を任せてるんだから信頼はあったのよね？だと思うぜ。ただ信頼と親近感は別だ。同じ一族で血を分けた者としての信頼はあっただろうが、子供時代の思い出もないから親近感ってのはなかっただろうな。要は義経にとって頼朝ってのは尊敬する大好きな兄だったが、頼朝にとっての義経は血の近い親戚に過ぎなかったってところだと思う。けれど同じ一族をより重用したいってのは頼朝の中にもあったんじゃないかと私の中の人は言ってるぜ。どうしてそう思うの？それは義経が馳せ参じて数年後の平家追討に関わる大事な戦を、義経ともう一人の異母弟である範頼に任せてるからさ。そこに関して頼朝の話の続きから順に話していくぜ。富士川の戦いの続きね。富士川の戦いで勝利した頼朝たちに対し、平家の方は清盛が天に召されたことで一気に情勢が変わっていた。朝廷もその頃には平家を疎ましく思っていて、平家を京から追い出したいと思ってたんだよ。そこで京の平家を討ちに出たのが頼朝のいとこである源義仲。そして平氏一門を都落ちさせることに成功したんだ。それでそれで？義仲は後白河法皇から平氏を追討することを命じられたんだが、そこで問題が起きる。義仲の軍勢は寄せ集めがほとんどで、統制も取れてなかったせいで都の食糧事情を悪化させちゃったのさ。その頃の都は飢饉に苦しんでたから、粗暴な軍勢の存在はかなりの痛手となってしまったんだ。荒くれ者ばかりだったってことか。朝廷は皇位継承に対してまで口を挟んできた義仲に対して不満を募らせていく。そしてとうとう後白河法皇は頼朝に助けを求めたんだよ。ただまあ頼朝はこれを一度は断ってる。でも朝廷はどうしても助けてほしくて、鎌倉政権を正式に認める宣言までしたんだぞ。そんなに困ってたの？ちょっと愉快なんだけど、これで公式入りしたってわけね。義仲は頼朝に今日までやって来られると困るから慌てて後白河法皇を幽閉した。けどそこまでしちゃったら反乱と変わらんだろ？というわけで頼朝は、義経と範頼に義仲討伐を命じるのさ。で義仲を討った二人はそのまま、義仲が打ち切れてなかった兵士の追討に向かったってわけ。反乱鎮圧の重要な軍に弟二人を起用したのか。信頼してるんだな。
信頼はしてたんだろうってのはこの時の頼朝の動きにも現れててな。っていうのも、頼朝は義経を自分の代官として都に残したんだよ。自分の代理なんだからかなりの信頼を置いてたってことがここからもわかるんだ。ロマンを感じる。ただ、この直後に起きた壇の浦の戦いがきっかけで、頼朝と義経の間には深い溝が生まれてしまったのさ。4、こじれた絆と兄弟の決別。深い溝？何かあったの？とりあえず、頼朝の行動の理由を抜きにして起きたことを簡単に話すぞ。まず大前提として、頼朝は朝廷から官位をもらった場合は東国へ帰ってくることを禁じてたんだ。ただ義経だけにはそれを許していて、義経も頼朝に会うために鎌倉へ帰ろうとしてたのさ。義経さんは特別だったのね。だがそれも義経が鎌倉へたどり着く前に状況が変わってしまう。というのも義経が壇の浦の戦いに出るにあたって頼朝の信頼の厚い中心である梶原景時が同行してたんだが、その景時から、壇の浦での義経の所用を弾劾した書状が頼朝に届いたんだよ。書状の内容を重く受け止めた頼朝は義経が鎌倉にたどり着いた際に鎌倉入りを許さなかったんだ。せっかく鎌倉に着いたのに入れてくれなかったの？そうさ。そのまま義経は京へ戻るように言われるんだが、義経は頼朝を恨んだらしい。そして言っちゃいけない言葉を言っちゃったんだ。なんて言ったの？関東において恨みをなすのやからは、義経につくべき。つまり頼朝に不満あるなら俺につけ、って言っちゃったのさ。これを聞いた頼朝は、そんなこと言う義経を放っておくわけにはいかないだろ？だから義経の所領などを没収しちゃったんだよ。うわぁこじれてってる。でもまだ、この時点では決別には至ってない。決定的になったのはこの後、叔父である源行家の討伐の時だ。頼朝はこの叔父と長く対立してたんだが、その討伐を決めて義経たちに命じたのさ。けどそれを義経は仮病を使った上に、叔父が同じ源氏一族であることを理由に断ってしまったんだよ。それがきっかけで決別に至ったってこと？そうさ。頼朝はこれをきっかけに、義経が叔父と通じてると判断したんだ。でとうとう頼朝の口から、異母帝義経を討てという命令が下される。対する義経も襲撃を受けたことで異母系が自身の命を狙ってることを知り、頼朝と戦うことを決めたんだ。まあここらの話は何を史実とするかでだいぶ経緯が変わるが、何にせよ頼朝と義経が決別したのは間違いないぜ。その後はどうなったの？頼朝自ら出陣して義経を迎え撃つことにしたんだ。ただ義経の方は頼朝と戦おうとする味方が集まらなくって、結局戦わずに京から出て行ってる。そして九州に逃げようとしたが嵐のせいで失敗し、京都周辺を逃げ回る羽目になったぜ。逃げ回ることができたってことは義経さんをかばう人もいたってことよね。ああ、だからこそ頼朝は義経が逃げられないように義経の老頭も発見次第討ち取ったし、義経の妻の父やその嫡男も領地没収の後に命を奪ってる。挙句京都側が義経に味方するならば大軍を送るとまで言ったって話だぞ。執拗に義経さんの命を狙ったのね。結局義経は京都周辺にいられなくなって藤原の秀平を頼りに平泉に戻ることにしたんだ。けど秀平が病没したのをきっかけに、その後を継いだ藤原の安平によって裏切られて最後を迎えることになるぜ。秀平の遺言には義経の指図を仰げとすらあったのに安平が裏切ったってあたり、何か色々あったんだろうなとは思うがそこは定かじゃないんだ。それで義経さんの最後は、500の兵に襲われた義経の老頭は防戦したものの、数の差がありすぎたのもあってことごとく撃たれた。義経自身は一切戦うことなく、自物堂にこもって正妻と娘を手にかけた後、自害してるぜ。うわぁ、でもこれちょっと聞いたことある。弁慶さんの話で。ああ、弁慶の話はここでも伝承になってるからな。なんでも弁慶は義経を守るべく、義経のこもってる堂に敵兵を入らせないために最後まで立ったまま絶命したっていう話だ。薙刀で孤軍奮闘するも、雨のような敵の矢を体に受けてそのまま、って言われてるな。これを弁慶の立ち往生って言うぜ。かっこよすぎてこのシーン大好きなのよね。織田信長さんもそうだけど、どうしてこういう有名な人って最後は戦わずに自害するのかしら。討ち取られるってことが最大の不名誉だって価値観だからだ。自分で自害したのなら討ち取られてはいないだろ？戦場で負けることはあってはならないから、だからこそ自害するのさ。ちなみに武士の情けってのは敵将に自害する時間をあげることを指すぞ。嬉しくない情け。さて、ここでそろそろタイトル回収に入るとしよう。なぜ頼朝は義経を殺したのか？なんでここまで執拗に追い詰めたのか？それには頼朝にとって絶対に譲れないある理由があったんだ。5、なぜ頼朝は義経を討ったのか？どんな理由があったのかしら？まず一つ目の説として、頼朝は人の情けに生かされてきたからという説。どういう意味？それが何か関係あった？これは義経が壇の浦の戦いで、兵士を滅ぼしてしまったことが問題だったって話なんだ。
特に壇の浦の戦いで兵士と共に逃げていた安徳天皇とその祖母を自害に追い込んだこと、そこまで苛烈に兵士を追い詰めたことをよく思わなかったって話さ。でもそれって仕方ないことなんじゃ？今の私たちからしたらそういう価値観になるかもしれないが、実際安徳天皇が祖母に抱かれて海に沈んだっていう事実は、すべて非難となって頼朝に向かったんだ。その当時の安徳天皇はまだ6歳の子供。そんな子供を追い込むとはいかがなものかと言われたんだよ。あ、まだ子供だったのね。それはちょっとやりすぎかもって思うわ。頼朝は除名嘆願などでもわかるように、いろんな人の情けによって生かされてきただろ。もちろんこれは頼朝が嫡男だったから受けられた恩恵だったのも間違いないが、それでも命を助けられてきたことに変わりはない。だからこそ頼朝は、誰であろうとも必要があればそばに置いて共に源氏を再興しようとしてたんだ。兵士をすべて滅ぼすつもりなんて最初からなかったってことなのね。そういうことさ。二つ目の説は、義経が人気者だったからという説。義経が壇の浦の戦いに行く際に頼朝の信頼する梶原景時が同行したって話はしただろ。義経は景時と仲が悪く、言うことを全然聞かずに勝手な行動を繰り返していたんだ。その結果さっきも話したように安徳天皇を自害に追い込んでしまったんだが、さらに言うとこの時三種の神器である天の村雲の剣も一緒に皆そこに沈んじゃってな。そういった不満も全部頼朝さんのとこに？そう、全部頼朝に不満が向かった。他にも義経は源範頼の仕事を越権して奪ったり、過ちを犯した部下を頼朝の許可なく勝手に成敗したりとかなり勝手な行動を繰り返してた。しかもほら、覚えてるか？義経は朝廷から官位をもらったって話もしただろ？そういえば言ってたね。官位もらったら帰ってくるなって約束だけど、義経さんだけは特別に戻ってきていいって言われてたっていうあれよね。それだって頼朝からすれば、頼朝は戦で活躍した武士に実質的に官位を与えることもできないって捉えられかねないわけだよ。不満は頼朝に向けられるのに、義経は実際打倒兵士を実現してしまったからなんだかんだで評価されてる。義経自身に対する不満もあるもののどうしてもヒーローっていうイメージが先行するわけだ。そうね、それは後世に生きる私たちがよくわかってる部分だわ。でこれって、頼朝からすればすごい脅威なわけ。自分に人心が向いてないって捉えられかねない。対して義経は源氏のリーダーになれる資質を持ってるように見えるだろ。だから許せなかったっていう説さ。んでもこれは私違和感あるかも。だって頼朝さんは生粋の政治家なんでしょ？政治家なら、自分を慕ってる年下のエボテイくらいうまく飼いならすと思うわ。やっぱり霊夢もそう思うか？というわけで三つ目の説。義経の勝手な振る舞いが、頼朝が思い描く源氏の未来にとって良くなかったから。勝手な振る舞い？そうさ。これは義経が頼朝の許可を得ずに、朝廷から官位を授かったところから始まってる。それの何が悪いの？頼朝は源氏のリーダーで鎌倉を拠点に権力を築き上げてきてただろ？だからこそ頼朝の許可を得てから官位を受けることで、実質的に頼朝が官位を与えてるって図式ができるんだ。頼朝が許可しなければ、朝廷が官位を与えると言っても誰も受け取らないっていう明確な権力図がね。ああなるほど、頼朝さんの権力が朝廷を超えることができたはずってことなのか。そういうこと。けれどその機会を、信頼してた弟があっさりと手放してしまったわけで。一番の味方であるはずの弟が自分の描いてた未来をぶち壊したようなものなのね。頼朝は平家撲滅だけじゃなくその先を見据えてた。後白河法皇だってさっきまでの話を聞けば信頼できない人間なのはわかるだろ？実際法皇は、内乱を機に権力を奪い返そうとしてたらしいし、そんな人の下につくなんて嫌だろ。だからこそ頼朝は絶対的な権力を手に入れようとしてたんだよ。確かにねー。法皇様ってあっちにもこっちにも助けを求めて、混乱引き起こしてるだけだもんね。ところが義経がそんなんだから、朝廷は義経に目をつけちゃうわけだ。朝廷は義経に官位を与えたばかりか、兵士の伝統的地位を義経に継承させようとした。さらに義経は兵士の捕虜である平の時忠の娘をめとっちゃってるからね。うわちゃー、それはいかん。いかんよ義経さん。いわば義経は朝廷の子飼いにされかかってたわけ。どうしてそんなことになってたの？頼朝と義経の違いで話したように、義経は政治やそういう社会の仕組みについてそんな頓着してなかったんだよ。だから朝廷の思惑だって理解してないし、行為の裏に罠があるなんて深く考えない。よく言えば純真無垢だが悪く言えば考えなしだったってわけさ。子供っぽい人だったのね。で安徳天皇の件と三種の神器の件があるだろ。これだって朝廷に対する大きな交渉材料だったのに、義経が景時の言うことを聞かずに勝手な行動をしたせいで失われちゃったんだ。それはつまり、頼朝の描いてた平家討伐後の構想を粉々にしちゃう行動だったんだ。頼朝さんも気が気じゃなかったでしょうね。と思うよ。
政治構想を逸脱する勝手な行動は、関東武士からしたら規律を守らない問題児だってことだから、これを弟だからと言って許してたら頼朝に付き従う家臣に示しがつかないってわけだ。だからこそ大きな脅威になる前に摘み取っておきたかったんじゃないかって話。頼朝さんからの命令を仮病で断ったあの時が、最後のチャンスだったんだね。まあもちろん、景時の書状もかなり大きな理由だったんだろうけどな。なんせ頼朝の信頼が厚い上に主君に忠実なのが景時だったから。忠実な家臣は大事にしないと足元から崩れるってのが定石だぜ。悲しい話だけどこれは確かに、頼朝さんの行動の理由もわかっちゃうわね。ちなみに冒頭で話してた方眼美意の方眼って言葉は、義経が後白河法皇から受けた検非違使って官職の通称が由来な。怒りを買うきっかけの官位が由来って聞くと皮肉を感じるわ。というわけで今回は、頼朝がなぜ義経を殺したのかについて話してみたぜ。頼朝さんのイメージが少し変わったわ。やっぱ一方向から得たイメージで判断しちゃダメね。ゆっくり霊夢と、ゆっくり魔理沙だぜ。平安末期の武将で、現代でも人気の源の義経。最後は妻と子と共にこの世を去ったと、言われているが、実は子が生きていて、後世に子孫を残していた、というのが今回のテーマだぜ。もしかして、その子孫って私のことかしら？絶対に違うぞ。義経がどんな最後を迎えたか、生き残った子がどんな人物で、子孫はどうなったかを解説していくからな。よろしく。それじゃあゆっくりしていってね。源の義経といえば、兄頼朝の打倒平家の挙兵に馳せ参じ、戦の天才と称されるほど、戦場で類稀な才能を発揮した武将だ。1185年の壇ノ浦の戦いでは、船から船へと飛び移り八艘飛びなんていう伝説も残すとともに、平家を滅亡に追いやった最大の功労者になったぜ。私なら九艘はいけるけどね。平家との戦いが終わり、一躍英雄になった義経だが、ここが絶頂期だった。その後、頼朝との間に確執が生まれると、鎌倉を追い出された挙句に、無本人として朝廷から追われる身になってしまったんだ。お兄ちゃんのために頑張ったのに、追い出されたり追われたり、どこに行けばいいのかしら。行き場を失った義経が頼ったのは、現在の岩手県奥州平泉だ。この時、妻と娘と息子を連れて平泉に来たと、鎌倉時代の歴史書吾妻鏡には記されているぜ。幕府も朝廷も義経を追ってるんでしょ？なのに、平泉は安心なの？ああ、莫大な財力と軍事力を持つ平泉を治めていた藤原の秀衡にかくまわれていたからな。戦場を離れ平穏な日々を過ごす義経だったが、秀衡が病気で倒れてから事態は急変する。何が起きちゃうの？秀衡は息子らに義経を主君とし、頼朝に立ち向かうよう言い残し、この世を去ったんだ。だが、息子康平はそれを破ってしまったから大変だ。破ったっていうことは、頼朝に屈しちゃったってこと？その通りだぜ。これまで頼朝から義経の身柄を引き渡すよう、再三要求されていたんだ。康平はこの圧力に屈し、義経を差し出そうと襲撃したぜ。そんなもん義経が蹴散らしちゃうもんね。残念だが、義経はここで最後を迎えるぜ。義経最後の戦いは1189年の衣川の戦い。康平が差し向けた500騎の兵から、義経を守るために家臣たちは奮闘するが、多勢に無勢だ。次々と家臣たちは撃たれていく。そんな中でも武蔵坊弁慶の死に様は、現在ではことわざとして残っているぜ。わかった、弁慶の泣きどころ。弁慶ですら蹴られれば泣いていたがるすねのことだな。確かに弁慶が登場することわざだが、違うぜ。だったら、弁慶の、何かしら？弁慶の立ち往生って聞いたことないか？聞いたことないかも。弁慶は敵兵を義経の元に向かわせまいと、雨のように降り注ぐ矢を受けても倒れることなく立ちふさぎ、薙刀を杖にして立ったまま絶命したそうだ。凄まじい死に様ではあるが、進むことも退くこともできず、身動きができない状況の例えに使われているぜ。なるほどね、明日使ってみる。使う場面がない方がいいと思うけどな。さて、家臣は全滅し、弁慶もやられ、康平の軍勢が差し迫る中、追い込まれた義経は、自ら幕を下ろすことに決めた。もはやここまでかと、妻と子を手にかけると、後を追うように自らの命を絶ったぜ。奥さんと子供だけでも逃がすことはできなかったのかしらね。逃したとしても、捕まってひどい目に遭わないようにってことなのかな。こうして、義経も子も同時にこの世を去り、断たれたと思われた戦の天才義経の血。ところが、実は息子は生き残り、血脈を繋いだという伝説が残っている、というのが今回のテーマだぜ。まあ、義経が生存し、いずれチンギスハンになったという伝説もあるが、それは置いておこう。でも、どういうトリックを使ったの？息子の身代わりを死体を使ったとか？そんな推理小説みたいなことはしないな。まず、軍記物議景気によると、義経は妻と娘、そして息子の3人を手にかけている。
これが確かなら間違いなく義経の血は途絶えたことになるな。ところがだ、吾妻鏡によると、平泉に逃れてきた時には、妻と娘と息子がいたとは話したよな。なのに最後のシーンには息子が登場せず、その後、行方知らずになってしまっているんだぜ。だったら、どこ行っちゃったのかしら？そもそも、義経には4人の子、息子と娘が2人ずついたとされている。一人は愛称の静香御前との間に生まれた息子だ。義経の息子といえば、この子にまつわるエピソードが有名だな。どんな？静香御前は追われる身になった義経と逃亡を図ったが、彼女は捕らえられてしまったんだ。この時、義経の子を妊娠していたため、頼朝からこう言い渡された。生まれてくる子が女なら助けるが、男なら殺すってな。なんでそんなひどいこと言うのかしら。血も涙もないわけ？結果、生まれてきた子が男の子だったために、生後間もなくして由比ヶ浜に埋められてしまったぜ。お母さんも赤ちゃんもかわいそすぎるわよ。母がわからない子も一人いる。源有綱という、頼朝の挙兵時には共に平家と戦った武将であり、義経が謀反人のレッテルを貼られた後も、一緒にいた義経の家臣がいた。その有綱の妻が、義経の娘だと言われているんだぜ。というのも、吾妻鏡にこう記されているんだ。有綱が義経の婿だと称し、荘園をかすめ取っているってな。なんだかあまり良くない書き方されてるわね。しかも称子って、本当に義経の婿なの？自称義経の婿ってことなんじゃないの？婿であることは確かなんだろう。だが、この娘というのが、どんな人物なのかがよくわからないんだ。頼朝挙兵より前に、義経が平泉で過ごした時に生まれた娘だという説があるけどな。だがもしそうなら、娘は10歳未満で、一方の有綱はいい大人だぜ。今なら完全にアウトだけど？この当時でもちょっと無理があるから、娘というのは実子ではなくて、養子じゃないかと考えられているぜ。だったらセーフだね。それでも年齢によるけど、今二人は紹介してもらったけど、残りの二人が平泉に一緒に来た子供ってこと？その通りだ。義経の子、残り二人は、正室里御前との間に生まれた娘と息子だ。彼女らが義経が逃れた際、平泉に連れ立った母子であり、行方知らずになった息子だぜ。清和源氏系図によれば、息子の名は千歳丸だ。里御前と娘は義経の最後を共にしたとは話したが、果たして千歳丸はどこに行ってしまったのか。肝心なことが吾妻鏡には記されていないんだぜ。もしも、見つかりでもしたら、ただじゃ済まないわよね。もう一人の息子は生まれてすぐに殺されちゃったわけだし。その通りだな。これまで、邪魔者となった源氏の血を引く者たちがどうなったかは誰もが知る事実だ。例えば、二代将軍頼家のこの一幡は、比企能員の変で対立する北条氏に幼い頃に殺されている。謀反を疑われた頼朝の弟あの全成は子も殺され、同じく兄弟で謀反の罪に問われた範頼は幽閉。その子孫も謀反の罪で殺害されているんだ。謀反人義経の子ならば、間違いなく悲惨な運命しか待っていないよな。改めて思うけど、恐ろしい時代だよね。殺さなくてもいいじゃないって思うんだけど。そう考えると、義経よりも前に、子供が亡くなってるとも考えられない？確かに、千歳丸は3歳で謀殺されたという記事もあるぜ。だが、一方でこんな伝承も多数残っている。衣川の戦いよりも前に、平泉から現在の栃木県にあたる下野に落ち延びたという伝承だぜ。なんでいきなりそんな話に？義経が死を選ぶよりも前、平泉で義経をかくまってくれた藤原の秀平がまだ存命だった時の話だ。秀平は義経に対し、千歳丸を信頼に足る、とある人物に預けるよう助言したとされているんだ。それも何かの書物に書いてあるの？ああ、数々の伝承文献が残っているんだが、その一つを紹介しよう。栃木県の返上寺に残された古事史にこう記されている。日立坊海村という人物が藤原の秀平の命を受けて、源の義経の後年祭に預けたとな。別の文献では、預けられた後は養子になったとも書かれているんだぜ。なんかいろいろとお坊さんみたいな人の名前が出てきたわね。どんな人なのか紹介してちょうだい。まず、日立坊海村という人物。霊夢の言う通り彼はそうであり、義経の家来だ。義経が追われる身にあった後、共に平泉の地に逃れていたぜ。だったら、攻め込まれた時に、全滅しちゃった中の一人じゃないの？ところが、ちょうど山寺に参拝に行っていて、ラッキーと言っていいのかわからないが、無事だったぜ。何にせよ、降託されたのはそれより前の話だけどな。ちなみに、義経という主を亡くした海村は、不老不死になって400年以上生きたそうだ。源平合戦や義経のことを、その目で見たかのように語ったとされているぜ。何百年も前に、義経様の子を生き延びさせたわわしなんじゃよ。なんて言いふらしたかもしれないよな。おじいちゃん、その話は何度も聞いたわよ。いいからお風呂に入っちゃってって返されたかもしれないけどわら。それより、なんで不老不死に？
昔風に言えば、人魚の肉でも食べたのかしらね。まあ、不老不死に関しては、真面目に受け止めなくともいいと思うがな。では、義経の子千歳丸を養子にしたとされている年祭。なお常陸入道年祭、もしくは中村友宗ともいい、鎌倉幕府の御家人の一人なんだ。それって一番預けたらいけない人なんじゃ。確かに、頼朝に従う立場にある人物だから、義経の子を捕まえるのが役目だし。義経がこの世を去った後、頼朝は平泉へ攻め込んだ奥州合戦が始まるんだが、この時には息子らが功績を立てたと東鏡に記されているぜ。そんな人に預けて大丈夫？もっと手柄が欲しくなって、千歳丸を頼朝に差し出したりしない？その心配は無用だし、どういうわけか義経の意地を養子に迎えた年祭本人にも被害はなかったぜ。なんでなんだろ？ただ普通にバレてなかっただけ？最初はそうなんだろうな。何？最初はって？その話はまた後でするとして、もしかすると年西に被害がなかったのは頼朝の関係にあるのかもしれない。どんな関係があるっていうの？年祭には大臣の局と呼ばれた娘がいて、彼女は鎌倉御所の旅館だったんだ。ところが、いつの間にか頼朝の愛人になり、なんと子を授かっているんだぜ。将軍の子？それが頼朝の妻の北条政子に知られることになり、怒りを買ったようだな。大臣の局は鎌倉から追い出され京へと移り、頼朝から与えられた土地で生活をしていくことになった。頼朝もちゃんとフォローはするんだね。でも、子供はどうしちゃったの？出家し僧侶になって丈陽と名乗っているぜ。丈陽が7歳の時に養育者を決めることにしたが、有力御家人は北条政子の顔色を伺い、皆辞退したそうだ。それでも、父頼朝は丈陽にこっそり会いに行き、守り刀を与えたとされているぞ。子供にもフォローするんだ、血も涙もないと思ったけど、意外と人間だったんだね。年祭が将軍の血を引く孫とどれほど関わっていたかはわからないし、祖父だからといって、頼朝が見逃すかもわからない。どんな事情があるかはわからないが、年祭は疑われることもなかったようだな。何にせよよかったわよね。年祭を紹介するのに、絶対に外せない情報があるんだ。実は年祭という人物、とある有名な戦国武将の家の始祖なんだが、誰かわかるかな？信長？秀吉？それとも、私？どれも不正解だぜ。子らが平泉に攻め込んだ奥州合戦で功績を立てたと話しただろ？頼朝は彼らを称えて、褒美に現在の福島県伊達郡を与えたぜ。その際に、これまでの姓を改めて、土地の名前から伊達を名乗るようになった。もう、お気づきだろうが、年祭は政宗を輩出した伊達氏の初代当主なんだぜ。独眼竜政宗の？そんな人に義経の子供が養子に入ったってことは、政宗には義経の血が流れてるってことなのね。驚きだわ。勘違いさせてすまないが、そういうことではないんだ。養子になった千歳丸は中村を名乗り、伊達氏とは別の中村氏を繋げていったからな。なんだ、正直がっかりしたけど、千歳丸がその後どうなったかが気になるわね。では、ここからは義経の意地だと言われている人物、その名も中村友貞について話していくぜ。そもそも中村氏は藤原の不比等の次男房先を祖とする藤原北家の家系で、下野の中村荘に住み始めてから、その姓を名乗り始めたとされている。なんだかわからないけど、もしかしてものすごくお偉いさんだったりする？ではないな。同じ藤原北家の家系には、公家の中でも最高職区僚を務める九条兼実という公家もいるが、親戚としてかなり遠いんだ。千歳丸の養父年祭は中村氏の二代目にあたり、鎌倉幕府の御家人でしかないのは、さっきも話した通りだ。なんだ、そうなんだね。千歳丸は年祭の養子となった後、義経がこの世を去り、そして奥州合戦が始まった。年祭の息子の活躍の結果、年祭は伊達の地に移り住むのだが、その際、千歳丸は年祭の長男為宗に預けられているぜ。義経の意地の伝承が数多く残っていて、養父はこの為宗だという記録もあるが、はっきりはしないな。まあ、大して違いはないわよね。はっきりしているのは一つ、千歳丸が成人した後、年祭の遺言に従って、千歳丸は中村の姓を相続。中村城主になり中村領を治めていくぜ。あと、名前だが、友貞を名乗るのはまだだいぶ後の話になるし、名前をいくつも変えているんだ。だが、いつまでも幼少期の名で呼ぶのはなんだから、ここからは友貞と呼ぶことにするぜ。よ。さて、中村領を継いだ友貞だったが、一つだけ記録に残っている領主としての実績を紹介しておこう。この中村領という土地はだいぶ疲弊していたそうなんだ。なんせ友貞が継ぐ前は、年祭の三男とも綱が預かっていたのだが、幕府の職についていたから、ほとんど鎌倉にいて、土地の管理をおろそかにしていたようだ。あらら、それじゃ農家の人が困っちゃうわよね。そこで友貞は領民のために、用水路開拓に励んだんだぜ。おかげで領地は潤い、領民は友貞に感謝したそうだ。
友貞が亡くなった後も彼を慕って、土地で育ち生きた人という意味で親しみを込めて土人として、中村大明神を建立しまつったくらいだぜ。なるほど、領民思いの、いい領主だったってことだね。このように、領民から愛された友貞だったが、残念なことに中村領を離れることになったぜ。なんでまた？転勤かなんか？もしかするとだが、この頃に友貞の決して知られてはいけない秘密、謀反人義経の意地だということが、幕府にバレてしまったのかもしれない。バレちゃったの？って、不老不死が調子に乗って話しちゃったんじゃない？どうやってバレたのかは定かではないけどな。三代将軍源の実朝がため胸に現在の宮城県にあった長瀬穂の開墾を命じたんだ。この時に友貞は年歳の四男為家の鎌倉の屋敷に預けられることが決定した。つまりは幕府の監視下に置かれたってことだぜ。監視下に？そしてこの頃に、朝サダムの名前を名乗るようになったぜ。名前をいくつも変えていたとは話したが、実はこれより前に名乗っていた名前は吉宗なんだぜ。義経と一文字違いじゃないの？なんか義経の子供だって、隠す気がなさそう。ああ、どうしても義経を連想させてしまう名前だよな。しかも、これよりも前の話になるが、義経や頼朝に討たれた源義仲の意地の名を語った。大川兼遠の乱が起きたりしているんだ。幕府にとって、義の字を名乗る者が何か起こす前に対処したかったのかもしれない。だったら名前を変えればいいんだね。そういう問題でもないが、確かに義経の意地をアピールする名前は良くないよな。そこで、養父の年歳、またの名の友宗から一文字もらって友貞と名前を改めたんだぜ。この鎌倉の監視下に置かれたタイミングに、名前を改めているんだ。やはり義経の意地だと疑われたゆえに、だと考えられているぜ。で、それからどうなっちゃったの？まさか処刑されちゃったんじゃないでしょうね？いや、命までは取られなかったぜ。もしもこの時に頼朝が生きていたのなら、処刑されていたのかもしれない。だが、すでにこの世を去っていて、将軍の座にいたのは実朝だ。しかも、将軍よりもいわゆる鎌倉殿の13人の方が権力を持っていたからな。中村氏は欧州合戦で幕府に大きく貢献した家だし、処刑するよりも、穏便に監視するという方法を取ったのかもしれないぜ。だったらよかったけど、返してもらえたのよね？いや、残念ながら中村領に帰ることはなかったぜ。その後の詳細はわからないが、1250年に亡くなるまで鎌倉にいたようだぞ。つまりは亡くなるまで監視下に置かれていたってことか。それでも、処刑されるよりは良かったのかな。こうして、義経の意地だという伝承が残る中村友貞は幕府の監視下にいながら、この世を去った、戦の天才と称された父を持つんだ。友貞にもその才能があったかもしれないが、友貞の戦の記録がないから、その点は不明だが、弓の腕はかなりのものだったと言われているぜ。きっと8層どころか10層くらいは飛べたわよ。友貞さんが亡くなっちゃったし、今回の解説はここまで？いや、せっかくだから友貞の子孫の話もしていくぜ。それじゃ、友貞に子供がいたってことだね。そういえば、話していなかったな。友貞には縫之助という息子がいて、さらにその子は太郎というぜ。なお、息子も孫も弓の使い手だったそうだ。縫之助って、珍しい名前な気がするけど、縫い物が得意だったの？確かに、変わった名前だな。通常、縫之助というと、役人の制服を作ったりする官吏の名称なんだ。縫殿領の官僚がこの名前を称するんだが、勝手に名乗る人も多かったから、友貞の息子もそうかもしれないな。そういうことなんだね。とにかく、友貞が鎌倉行った後も、子供が領地を守ってくれたんだよね。また放置されて、土地が荒れちゃったら住んでる人がかわいそうだもんね。それが、中村氏の領地中村領は別の家に移ってしまった。鎌倉幕府は中村領を、中村氏から日立の国の小栗氏に管理するよう命じたんだぜ。まさかここで小栗旬が出てくるとは思わなかったわ。時代的に登場するとは思ってたけど、まさかね。なんで登場すると思ったのか知らないが、とにかく旬ではないぜ。いずれ中村氏が領地を取り戻すことになるが、それはもっと後の話。なんと友貞よりも5代後の話になるぜ。だいぶかかっちゃったけど、取り返せてよかったわね。随分、簡単に言ってくれるが、もちろん総楽ではなかったぜ。取り返したのは友貞から5代後の常長という人物で、時代は南北朝時代に突入していたんだ。常長は足利尊氏に仕え、北朝側として各地の戦を転々としていたぜ。その中で起きた相模川の戦い。この戦いで執権北条氏の末裔、北条時行の軍を撃破した功績を称えられ、中村領の回復が叶ったんだぜ。つまりは、命がけの休養の回復だったわけだ。おめでとう。こうして、120年ぶりに中村氏が中村城の城主に舞い戻ったわけだが、その後も決して楽ではなかった。足利尊氏が新田義貞に敗れ、九州に落ち延び失脚してしまったんだ。すると、
常長は孤立してしまい、ニッチもサッチもいかなくなってしまったぜ。あわわ、どうしたらいいの？常長は生き延びるために、北朝から南朝に鞍替えすることにしたぜ。裏切りじゃないの？そんなのありなの？まあ、自分の都合がいい方に乗り換えるのは、この当時よくあった話だよな。それに、南朝には父の義元や、伊達氏がいたからな。こっちの方が仲間は多い気がするぜ。こうして、これまで仲間として戦っていた足利と戦うこととなった。領地を取り戻せた恩はあるけど、しょうがないわよね。あとは北朝との戦いに勝つだけではあるが、そうはうまくいかない。常長は伊達氏と共に、後醍醐天皇の側近の地の参謀の一人北畠親房の軍として戦いを繰り広げていた。だが、戦況は南朝がかなり不利になると、親房は南朝の本拠吉野に帰ってしまった。常長は敵軍に囲まれる中、再び孤立してしまったんだぜ。なんだか孤立しっぱなしじゃないの。窮地に立たされた常長と伊達氏だったが、なんとか包囲を突破すること成功。ここから常長のターンが来るかといえば、来なかった。今度は伊達氏が東北に帰ってしまったんだぜ。なんでみんな帰っちゃうの？さすがに京長さんも帰っていいのよね？ああ、もちろん中村城に帰還したぜ。だが、北畠も伊達も失った今、どうすることもできなくなってしまった。もう戦いはやめて、ひっそりと生きた方がいいわよ。そんなことをしたら、待つのは中村氏の滅亡だけだぜ。だったら誰かに助けてもらうほかないけど、助けてくれる人なんているのかしら。それがいたぜ。常長に救いの手を差し伸べたのは、敵から坂東一の弓取りと称賛された、宇都宮金綱だぜ。なんか凄そうな人だし、今度は逃げないでしょ。差し伸べられた手を握ってもいいんじゃない？ああ、このままでは滅亡を待つだけだったし、手を払いのける理由はなかったからな。ここから中村氏は宇都宮氏の家臣として、生きていくことになったぜ。もう孤立することがなくなってよかったね。で、次の時代は戦国時代じゃないの？もっと大変な事態が起きちゃうかしら？霊夢の勘通り、また領地が取られてしまうぜ。なんと、宇都宮氏は有力な戦国大名として成長を遂げると、中村氏はその有力な家臣として宇都宮氏を支えていた。特にこの当時の当主玄格は、宇都宮氏の家臣の中でも5本の指に入ると言われるほどの刀匠だったそうだぜ。もしかすると、義経の血が濃く現れたのかもしれないよな。それに加え、友貞のように領民に慕われていたとも言われているぜ。だったら祖先のいいところ取りってことか。でも、強い水領主なのに、なんで領地を取られちゃったの？中村領がある場所は宇都宮市と隣国の結城市の間に位置し、玄格は結城市と戦いを繰り広げていたんだ。玄格が5本の指に入る刀匠と呼ばれていたように、結城市には結城四天王と呼ばれる武将が存在した。四天王の一人水野や政村との戦いを制した玄格だったが、領民と祝杯を挙げているところに、政村から野衆をかけられて討ち死にしてしまったぜ。領民に慕われていたことが、裏目に出ちゃったのかしら。この時に領地が奪われてしまったが、城は渡さまいと考えたようで、玄格の息子と木長が逃げる際に城に火をつけ、この時に中村城は消失してしまったぜ。それじゃ、今はないの？そういうことだぜ。初代城主の年祭から、350年ほどで廃城になってしまい、現在は城跡として栃木県指定史跡になっているぞ。そうなんだ、なんだか残念ね。でも城はないけども、奪われた領地は絶対に奪い返したいわよね。もちろんだぜ。と時長が戦い続けた結果、40年かけてようやく領地を取り戻すことに成功したぜ。40年も？だいぶ結構かかっちゃったわね。まあ、その前は120年かかったって言ってたから、それに比べたら早いけども。その後も中村氏は宇都宮氏の有力な家臣として、主を支えることに力を尽くしたぜ。だったら、戦国名物下克上とかはなかったんだね。ああ、なかったし、中村氏が行動を起こさなくとも宇都宮氏は潰れてしまった。え？なんて？宇都宮氏は秀吉により突如家取り潰しになってしまったんだぜ。理由は諸説あるが定かではないな。とにかく、主を失った時長はその後すぐ2年後に亡くなったそうだ。そして、その子の国長には実子が誕生せず、家臣を婿養子に迎え、中村氏を存続させている。ここで友貞の血、つまりは義経の血は国長で断絶したわけだぜ。そうだったのか、残念だったわね。でも、中村氏は続いていくのよね？ああ、しかも中村氏は現代でも続いているぜ。今も？わかっている範囲で言うと、福井県立大学名誉教授の中村光さんが子孫のようだぜ。すでに奇跡に入っているが、もしかすると子孫は続いているのかもしれないぜ。うん、せっかく生き残った子供の子孫なんだもん、ずっと続けばいいわよね。そのためには、孤立に注意した方がいいわよ。さて、これにて義経の子孫の解説は以上だぜ。今更だけど、そもそも義経の子供が生き残ったって話は、本当のことなのかしらね。
そもそも吾妻鏡に息子の生死について何も触れられていないのが生存説のきっかけではある。それだけでは生き残ったとは言えないが、年祭に預けられたという伝承が多くある上に、友貞が鎌倉の監視下に置かれたという話も生存説を後押ししているんだろう。実際のところは定かではないが、歴史ロマンとして楽しんでくれると嬉しいぜ。だったら私が義経の子孫を名乗ってもロマンとして受け取ってもらえるかしら？それはない。ゆっくり霊夢と、ゆっくり魔理沙だぜ。今回解説するのは、頼朝の兄弟の最後の生き残り屋の禅城についてだぜ。禅城さん、もしかすると、大雨の中で呪文を唱えながら殺されちゃった人かしら？大河ドラマ鎌倉殿の13人にそんなシーンがあったな。そう、その禅城だぜ。あまり知られていないが、頼朝には兄弟が8人もいたんだ。だが、禅城を除く全員が頼朝より先に亡くなっているんだぜ。最後まで生き残った禅城も、結局は悲運が降りかかり亡くなっているぞ。大雨のシーンと、呪文を唱えるシーンしか覚えてないんだけど、どんな悲運だったっけ？それじゃ、頼朝の兄弟たちを紹介してから、禅城の人生、そして彼が迎えた悲しい最後を解説していくぜ。よろしく。それじゃあゆっくりしていってね。そもそも、頼朝の兄弟といえば？と聞かれた時、義経の名前を出す人が多いことだろう。なんせ頼朝と涙の再会を果たし、壇ノ浦の戦いでは、平家滅亡に導いた最大の功労者になった。かと思えば兄頼朝との間に確執が生じ、挙句には撃たれてしまうんだ。ドラマのような波乱万能な人生を送り、悲劇で幕を閉じたのだから、義経の人気が高いのも頷ける。しかもイケメンってイメージあるもんね。だが、今回の主人公禅城を含め、頼朝には義経以外にも兄弟がいるんだ。よほどの歴史好きでない限り、全員の名前を挙げられる人は少ないだろうけどな。うん、私も義経しかパッと出てこないもん。だよな。だからまずは9人の兄弟を全員紹介していくぜ。名前だけでも覚えて帰ってね。まず長男の義平。父義朝と叔父の義方とが対立した時には、叔父を討ち取る功績を挙げ、悪源太とも呼ばれていたぞ。親戚のおじさんを倒しちゃんだもん、悪って呼ばれてもしょうがないわよね。現代とは悪の意味が違うぜ。そういう道徳的に悪いことではなくて、たけだけしいとか、勇猛なって意味だぞ。なるほどね。だったらおじさんを倒しても悪いことではなかったんだね。まあ、親戚だろうと兄弟だろうと、誰彼構わず手にかける時代だったからな。頼朝がいい例だが、その話は置いておこう。長男の義平は次男の友長ともども、平家の世が始まるきっかけ平治の乱のすぐ後、命を落としているぜ。早くも年長の二人が退場しちゃったわ。三男が鎌倉幕府初代将軍頼朝だ。平治の乱で義朝が平清盛に敗れ、伊豆に流された頼朝は、北条の支援を受け挙兵。平家を滅ぼした後、鎌倉幕府を開き、ここから何百年も続く武士政権を確立したぜ。兄弟の中では禅城の次に長生きしているぞ。確か馬から落ちて亡くなったのよね。そうだな、死因は諸説あるが、落馬が死因なのか、それとも他に原因があって落馬したのか、どっちかだ。確かなんかの病気って説もあるんじゃなかったっけ？ああ、糖尿病って説もあるな。だとしたら、兄弟の中で唯一の病死ということになるぜ。戦死と病死、どっちが幸せなのかしらね。四男の義門は平治の乱の最中に、五男の稀吉は頼朝が挙兵した時に平家に撃たれて亡くなっているぜ。六男の利頼はこれまでに登場した兄弟とは違い、数少ない鎌倉幕府成立後も頼朝に仕えた人物の一人だ。現在の静岡にあたる遠江の国樺の御厨で育ったことから樺殿と呼ばれていたぜ。義経と共に平家と戦い勝利すると、その後撃たれた義経とは違い、幕府内で重要な役割を担っていたぞ。だが、蘇我兄弟の仇討ちが起きた際に、先走ってしまったのが命取りになった。頼朝の妻政子に頼朝は死んじゃったけど、自分がいるから大丈夫的な発言をしてしまったんだ。頼朝が亡くなったという誤報を信じてしまったんだな。この発言が問題になり、謀反の疑いをかけられてしまった。修繕時に幽閉されると、その後は暗殺されたとも言われているぞ。本人に悪気はなかったんでしょうし、弟の気持ちを汲んであげない頼朝が悪いわよね。そして、ようやく登場するのが今回の主人公、七男の禅城だ。禅城が兄弟の中で一番長生きをするのだが、詳しくは後ほど説明しよう。うん、あと二人いるもんね。ちなみに、あとの二人は禅城と同じ母親を持つ兄弟だ。ってことは、今まで紹介した兄弟は異母兄弟ってこと？そうなんだ。父の義朝には妻と言える人が5人いて、兄弟で母親はバラバラなんだぜ。頼朝の母親は由良御前という女性で、平治の乱より前に亡くなっている。禅城と二人の兄弟の母親は時は御前という女性だ。絶世の美女だったらしく、平清盛をもうならせたと言われているぜ。そういう時って、どんな感じでうなるのかしらぐぬぬとか？
ウームとか知るかよ。では残り二人の紹介といこう。まずは八男の義援だ。鎌倉幕府の歴史書吾妻鏡には、頼朝挙兵の際に義援が長谷参じたって記載がないから、叔父の行家と共に独自で挙兵したと考えられているぜ。大河ドラマでは、叔父の行家にそそのかされた挙句に戦死しているけどな。まあ、どちらにせよ、頼朝挙兵後に亡くなったのは間違いなさそうだ。あらら、残念ね。頼朝の兄弟で鳥を務める九男は誰しもが知る義経だ。さっきも話したけど、波乱万丈な人生を歩んだよな。戦場では圧倒的な強さを見せたが、兄の頼朝の信用をなくし、源氏軍から追われ、朝敵としても追われる身に、逃げ落ちた先、平泉の奥州藤原氏を頼ったが、最後は裏切られ切腹し、この世を去っているぜ。お兄ちゃんのために頑張ったのに、あんまりだわ。とまあ、9人の紹介はこんな感じだ。父義朝の平治の乱で命を落とした兄弟もいれば、頼朝挙兵後に、もしくは頼朝の信頼をなくし命を落とした兄弟もいたわけだな。こうして見ると頼朝兄弟には悲しい顛末しか待っていなかったようだ。そうみたいだね。だが、全城も例外ではなく、その一人なんだ。最後には悲運が降りかかるんだぜ。では、頼朝の死後まで生き残った全城がどのように命を落とすのか、彼に降りかかる悲運とは何なのか、全城の人生を振り返りながら解説していくぜ。よろしく。1160年に起きた平治の乱の最中、時は御前は3人の子供を連れて逃げようとしたんだ。だが、あえなく平家の者に捕らえられてしまった。敵である義朝の妻なんだ。本来ならば処刑されてもおかしくなかったが、絶世の美女を失うのは惜しいと思ったのか。清盛の計らいによって、出家することを条件に命までは取られなかったぜ。子供ももちろん助かったのよね。ああ、母と同じく助かったぜ。その代わり、義援は温情寺、義経は鞍馬寺に預けられ、全城に至っては醍醐寺で出家させられているぞ。みんなバラバラにさせられちゃったわね。それから20年後の1180年、後白河法皇の第三皇子持人王が平家を討つべく全国に領事を発したんだ。これが伊豆に流されていた頼朝の元にも届き、挙兵することになるんだが、お寺で僧侶をしていた全城の耳にも、兄の挙兵の噂は届いていた。そこで、共に戦うため醍醐寺から抜け出し、兄の元へ馳せ参じたわけだ。でも、僧侶なんだよね。駆けつけても、戦いはしなくない？それはどうかな。全城がただ呪文を唱えるだけの僧侶ではなかった可能性があるんだぜ。長男の義平が悪玄太と呼ばれていたように、全城にも同じようなあだ名があったんだからな。その名も悪玄寺だ。思いっきり悪者みたいな名前だけど、やっぱり勇ましいとかそういう意味なんでしょ？でも、お寺にいたのに、そんな勇ましさを披露したエピソードがあるっていうの？いや、ないんだ。正直、どうして全城がその名で呼ばれていたのかわからないんだぜ。悪玄寺という名は吾妻鏡には登場しないし、どこにも全城の荒々しい姿は描かれていないんだ。名前が登場するのはジャンル的に軍記物にあたる平治物語や源平盛衰記なんだぜ。悪玄寺の名前は物語上の演出なのか。それとも、全城は荒々しい僧侶、例えば弁慶のような人物だったけれども、彼の活躍を吾妻鏡ではカットされているのか、定かではないぜ。そういえば、ドラマでも悪玄寺って感じでもなかったもんね。でも、本当に悪玄寺だったら、戦うお兄さんを助けるために、駆けつけてもおかしくはないけど、とにかく心が勇ましいのは間違いないわね。ともあれ、寺を抜け出した全城は、下宇佐の国鷺沼で兵を整えていた頼朝と再会を果たした。ちょうど頼朝が挙兵してすぐ、平家側の大馬鹿撃家たちとの戦い石橋山の戦いで敗れた後の話だぜ。義経が駆けつけて涙の再会を果たしたのは有名だが、それよりも前に、というより、全城が兄弟の中で最も早く頼朝の元に馳せ参じているんだぜ。もちろん一番最初に全城が駆けつけてくれたその心意気に、頼朝が涙して喜んだと言われているぞ。頼朝さんは涙もろいのかしら、それともそういう作戦？その後、頼朝が鎌倉入りすると、武蔵の国にあった長尾寺を与えられている。今まで醍醐寺で僧侶をしていたんだ。引き続き頼朝の側で、祈祷や呪いをさせようとしたのかもしれないな。だとしたら、全城に武器を持たせて戦わせるつもりはなかったのかしらね。その辺が詳しくわかればいいんだが、ここから解説泣かせの時代が始まる。一体どんな時代が始まるっていうの？実はその後5年間、全城が何をしていたのか、ほとんど把握できないんだぜ。え？なんで？行方不明にでもなった？なったかどうかもわからないぜ。なんせ全城に関する記録が、ほとんど残っていないんだからな。兄弟の中で最初に合流した全城なのに、平家討伐の合戦に加わったという記述もない。もし悪玄寺の名の通り、多敵人物だったのなら、弟義経と一緒に戦場で活躍したのかもしれないし、戦場には行かず、お寺で勝利を祈るだけだったのかもしれない。
はっきり言って、5年間の前情の動向がつかめないんだ。それは困ったわね。その後の前情について知れるのは、1185年の記事になる。平家滅亡に追い込んだ壇の浦の戦いが終わった後だな。吾妻鏡の1185年12月7日の項目にこう書かれている。藤原の金助は頼朝の舅の北条時政の外孫にあたるとな。え？それだけ？全城さんの名前も出てこないし、何を書いているのかさっぱりなんだけど、それって全城さんに関係あることなの？まず頼朝の舅の北条時政と書かれているのは、頼朝が北条時政の娘政子と結婚をしているからだな。その外孫というのが、時政のもう一人の娘阿波局の娘のことなんだ。つまりは、全城の娘が藤原の金助という公家に嫁ぐことになるって話だよな。で、いつの間にか結婚してるし。そうなんだ、いつの間にか頼朝の親族でもある北条氏の娘と結婚し、子供ができていたってことだぜ。全城さんの記事ではないけど、そこから察するしかないくらい、全城さんの記事はないってことなんだね。その通りなんだぜ。その後も、全城の存在は薄いまま時は流れ、再び彼の動向がつかめるのが1192年の記事。阿波局が頼朝の次男で、後の三代将軍実朝となる千万の乳母になったと記されているんだ。これまた全城本人の名前は出てこないんだけどな。基本的に奥さんの阿波局の方がメインなんだね。このように、全城についてこれといった実績は記録されていないんだ。はっきり言って、幕府内で何をしていた人なのかも、よくわからないんだぜ。まあ、僧侶なんだから仏事に関わっていたはずだし、僧侶なら読み書きができる。だったら、文官的な役目を務め、頼朝など将軍をサポートすることがあったのかもしれないな。もしかして何もしないただ飯ぐらいだったかもしれないわよね。それはそれで羨ましいわ。記録がない以上、否定はできないな。ただわかるのは、頼朝にとって無害な人間だったということ。どうしてわかるの？ご存知の通り頼朝は兄弟であっても容赦しない人物だ。義経や範頼のように、最初は信頼を寄せていようが、戦場で大活躍をし、平家を滅亡に追い込もうが、わずかでも不信感が湧き起これば抹殺してしまうんだぜ。確かにそうよね。再会した時に泣いて喜んだ義経にだって、死ぬまで追い込んじゃうんだもんね。一方で全城は僧侶だったからなのか、頼朝の妻の妹と結婚しているから安心していたのか、それとも何も活躍がなかったからなのか、これまで全城の死亡記事が載っていないということは、頼朝から敵視されることなく、使い続けることができたってことなんだぜ。普通は兄弟って時点で安心なんだけどね。ただ、それも頼朝がまだ生きていた時代まで、頼朝の死と共に起こる争いの渦に全城も巻き込まれ、その後には悲しい最後が待ち受けているんだ。それじゃここからは、全城に降りかかった悲運の話をしていくぜ。正直、あんまり聞きたくないけど、しょうがないわね。最後は殺されちゃったのよね。その通りだ。1203年5月19日、頼家の命により、降ってはいたような謀反の罪で全城が捕らえられてしまうんだ。謀反？って、兵を挙げて攻めようとしたとでも言うの？具体的にどんな形で謀反を企てたのかは、明らかにされていないけどな。翌日には妻の阿波局と子供の時元も捕らえられるところだったが、こちらは姉の政子の助けがあって難を逃れた。だが、救いの手は全城には及ばなかった。全城は現在の茨城県日立の国に流されると、翌月に張ったとも家によって殺されてしまったんだぜ。なんだか濡れ衣のような気がするけど、どうなんだろ？実際に全城が謀反を起こそうとしていたかは定かではないぜ。本当に何かしらの謀反を企んでいた可能性だってあるし、霊夢の言う通り濡れ衣の可能性だってある。でも、濡れ衣だとしたら、無害そうな全城に、なんでそんなひどいことするのかしら？そうだよな、気になるところだよな。全城が殺されなければならなかった理由として、一番可能性が高いのは後継者問題だろう。後継者問題？全城が将軍を継ぐの？いや、全城自身ではないな。少し話が遡るが、1182年に頼朝と政子の間に、長男で後の二代将軍頼家になる万寿が誕生したんだ。すると比企の一族が乳母に選ばれた。ちなみに、頼朝の乳母を務めたのも比企の一族の比企の尼という女性だぜ。その娘たちが頼朝の息子の万寿の乳母になり、比企の尼の養子義和が目の飛ぶになったんだから、頼朝頼家と二代にわたって乳母を務めたわけだな。それって名誉あることっぽいわよね。名誉もあるがもっと重要なことがある。そもそも目の飛ぶは聞き慣れない言葉だが、要は後見人のようなもの。比企氏で万寿が成人になるまで支えるのが務めだが、もしも頼家が将軍になれば、後見人として権力を振るえる美味しい立場なんだぜ。そうなんだね。誰か私に乳母になってほしい偉い人、連絡ください。頼朝の次男千万が生まれたのはその10年後。さっき話した通り、阿波局が乳母に、全城が目の飛ぶになっているぜ。
どうして頼朝の息子二人の乳母を別々の家に任せるの？一つの家に任せたらダメなの？頼朝としては自分の子供たちを幕府内で力を持つ比企氏と北条氏に預けることで、養子の関係をより良い形にしたかったのかもしれない。もちろん、ただ預けるだけでは仲違いが起きるのは当然だ。ちゃんとその間に自分が立つことで、力のある二つの家の仲を取り持つつもりだった可能性があるぜ。邪魔者を殺すだけじゃなくて、そういう気が利く人だったんだね。だが、頼朝にとってまさかの事態が起きてしまう。なんと形になる前に頼朝が亡くなってしまったんだ。は？頼朝が亡くなると息子の頼家が鎌倉幕府二代目将軍の座に着いたが、その後継者が問題だ。当時の幕政の中心にいる時政は頼家の母政子の父、つまり将軍の外祖父であるために、幕政の中心にいられるわけだ。ふむふむ、頼家さんのおじいちゃんだね。だが、頼家の息子一万の母親は比企能員の娘若狭の局。比企氏にとっては乳母を務めた頼家に続き、その子供の一万が将軍になれば、将軍の外祖父は比企能員になる。そうなれば時政は中心から離れ、その代わりに比企能員が中心に立つことになるだろう。なるほど、誰が将軍のおじいちゃんになれるか対決か。比企氏が目指すところはそこだし、一方で幕府の中心であり続けたい時政、いや北条氏としては阻止したい。だから、北条としては前条が目の飛ぶとなっている頼朝の次男千万を将軍の座につかせたいところだよな。なんか、私が将軍になりたい。っていう争いじゃなくて私が偉くなるためにこいつを将軍にしたいって争いか。確かにそういう争いだよな。だが、一見蚊帳の外にいるように見える現在の将軍より家にとっても関係のない話ではない。まだ自分がいるのに、蹴落としてでも千万を将軍にする可能性だってあるんだ。そっか、蹴落とすって言っても、ドロップキックじゃなくて、殺しに来るんだもんね。それは怖いわ。その通りだ。しかもその時には一万の命も狙われるだろう。そっか、息子も邪魔になるか。そこで、何かことが起きる前に、頼家は先手を打つことにした。それが、前城に謀反の濡れ衣をかぶせて、抹殺することだった。というのが、前城が殺されてしまった理由として推測できることだぜ。なんか前城の意思は全く読めないけれど、北条氏と比企氏の争いに巻き込まれた感があるわね。逆に兄が死んでいきなり権力を欲しくなって、積極的に活動した可能性もあるけどな。どうなのかな。これ以外にもう一つ梶原景時の変の報復で殺されたという考えもあるんだぜ。景時は頼家の側近だった人物だな。報復って、前城さんが何かしたの？むしろ行動を起こしたのは妻の阿波局だけどな。頼朝がこの世を去った後のこと、結城友光という御家人が懐を漏らした。忠臣は二君に仕えず、頼家に仕えたくないとも取れる発言だ。これを景時が耳にし、謀反の疑いありと頼家に訴えたんだぜ。また余計なことを。このままでは友光は処罰を免れない。友光に身の危険があると知った阿波局は、本人に教えてあげたんだ。景時がしたことは悪く言うと告げ口だが、阿波局も同じことをしたわけだぜ。わざわざ教えてあげたのは、何か思惑があってのことなのかしら？どうなんだろうな。だがこの結果、友光は三浦義村などの御家人に相談をし、彼らによって景時が糾弾されたんだ。すると、景時は失脚し、命を落としたぜ。そもそも景時が御家人たちから恨みを買っていたから、彼らにとって景時を追いやる口実になったわけだ。阿波局はそこまで計算して告げ口したってこと？それはどうだろう。確かに景時は北条からも、比企からも邪魔者扱いされていたんだ。だが、御家人によって制作された糾弾状には、北条氏の名前がないんだぜ。阿波局が北条のため景時を追い出そうとして告げ口をしたと結びつけるのは、難しいのかもしれないぜ。結果、そうなっちゃっただけってことなのか。ただ、阿波局の告げ口で景時が失脚したのは確かだ。側近を失ったことにより頼家の恨みを買ってしまったのかもしれない。前城はその報復に処罰されたとも考えられているんだぜ。後継者争いにしても、私からすれば、やっぱり巻き込まれただけにしか見えないわよ。そんなんが殺された理由だとしたら、悲劇でしかないわ。実際、前城が処罰された理由は定かではない。とにかく北条が鬱陶しかったからかもしれないし、父の頼朝が兄弟であろうが無慈悲に処罰していたから、自分だって相手が源氏の一門だろうと処罰できるんだぞ。ってところを見せて、御家人の心をつかみたかっただけなのかもしれないし、頼家の動機が明らかになっていない以上、本人にしかわからないよな。となると、前城には悲運が降りかかったとしか思えないって話だぜ。でも、本当に謀反を企んでいないなら、頼家を相当恨んだでしょうね。そうだろうな。だからかわからないが、前城の最後にはある伝承が残されているんだぜ。どんな？前城の殺害時の様子が、静岡県沼津市東出にある大仙寺の社殿に記されているんだ。
大仙寺は禅宗が建立したお寺で、義経が頼朝に追われ奥州平泉に逃れる前に、ここで禅宗と涙を流しながら語らったという話が残っているぜ。禅宗殺害時の内容はこうだ。現在の栃木県にあたる下野の国において、八田とも家が禅宗の首を切り落とすと、首が静岡のこのお寺にまで飛んできた。その首はお寺の松に引っかかったのだ。栃木から静岡まで首が？とんでもない飛距離だわ。首が引っかかった松は枯れてしまったから見られないが、現在は石碑が建てられているぜ。伝承が本当だとしても、どうやって首が遠く離れた地に飛んだかはわからない。ぶっちゃけ飛ぶわけがないのだが、伝承はあらぬ疑いをかけられた禅宗の恨みを表しているのか。それとも、妻と子供に会いたいがゆえ、つまり禅宗の愛を表しているのか、どっちなんだろうな。後者であってほしいけど、私ならいくら愛する人であっても首が飛んできたら逃げるけどねわら。ところで、子供は助かったって言ってたわよね。その後はどうなったのかしら？ああ、阿波の局との間に生まれた時元は助かったって話したよな。ちなみに時元は四男で、阿波の局の子供は彼だけなんだ。時元以外にも、他の女性との間に生まれた雷前や同僚などいたが、彼らは皆、出家してるぜ。四男でありながら時元が嫡男として育てられたのは、やっぱり北条の娘の子供って強みがあったからだろうな。さて、その時元だが、その後の将軍の後継者争いに関わってくるんだぜ。まだ後継者争いって終わってなかったの？ああ、禅宗が殺されてからしばらく経った後のこと。1219年に三代将軍実朝が供養によって暗殺されてしまったんだ。供養って誰だっけ？今までに登場してた？供養は頼家の次男なんだ。禅宗を謀殺した頼家はその後暗殺されてしまい、叔父の実朝が仇だと思い実行に至ったんだぜ。血で血を洗う争いしすぎだわ。洗う血が絶えるまでやり合うつもりなのかしらね。とりあえず、頼朝の血は、実朝が殺されたことで途絶えてしまったけどな。では、どうして時元が後継者争いに登場するのかというと、時元にとって実朝はいとこにあたるんだ。時元の母は阿波局と実朝の母政子は姉妹だからな。ふむふむ。ということは、子供ができなかった実朝が亡くなり将軍の座が空いた今、時元にだってそこに座るチャンスがあると考えたわけだ。そこで時元は挙兵し、自分が将軍になってやろうと企んだぜ。もうやめときなよ。この時、鎌倉に時元が大軍を率いて支配しに来ると報じられたそうだ。阿波将軍となった政子は執権義時に対し、時元を阻止するよう命じると、時元は10日間の戦いの末、敗北。追い詰められた時元は自害したとされているぜ。だからやめとけって言ったじゃないの。ただし、本当に時元が将軍になりたくて挙兵したのか確定ではない。それじゃ、どうして挙兵なんか？同時期に義時が源氏の血統を次々と粛清しているんだ。時元はこの粛清に対抗するために兵を集めたんだが、準備が間に合わず滅ぼされたという見方もあるぜ。身を守るための挙兵だったなんて、なんか親子揃って悲運が降りかかった感じじゃない？そうなのかもしれない。確実なのは、我が子が我が弟に殺された阿波の局にとっては、最悪な悲運だったことだろう。あ、そっか、一番かわいそうだよね。それより阿波の局には何もなかったの？なかったのかもしれないな。妻の阿波の局が時元の事件の後どうなったのか、記録が残っていないんだ。わかっているのは、亡くなったのが1227年ってことだ。鎌倉の象徴樹院に葬られたとされているが、幕府が滅亡してから荒廃したそうだ。だから、今となってはお墓の場所はわからない状態だぜ。それもひどい話だわ。禅宗さんも子供も一緒に眠ってたんでしょ？いや、禅宗と時元のお墓は、首が飛んできたと言われている大仙寺に建てられているぜ。なお、時元にも息子がいたが、時元の事件があったせいか、幕府内で大した地位につくことができず、一御家人として鎌倉時代を過ごしているぜ。そこから盛り返すことはなく、南北朝時代以降、歴史から姿を消しているんだ。そうなんだ、あの家は消えちゃったんだね。武家としてのあの家はな、公家としてのあの家は時元の姉妹の子孫によって存続していくんだぜ。ってことは、禅宗さんの娘ってことだね。さっきも話したが、禅宗の娘が公家の藤原の金助と結婚しただろ？なんかあったわね。その家系が公家として江戸時代まで続き、明治に入ると子爵になっているんだぜ。さらに言うと、金助から数えて4代目の娘が後醍醐天皇の後宮に入り、後村上天皇を産んでいるぞ。なるほどね、禅宗さんの娘の血は長く続いたってことなんだね。さて、禅宗に降りかかった悲運の解説は以上だぜ。禅宗についての記録がほとんどないから、幕府でどんな立場で何をしていたのか定かではない。突如かけられた謀反の疑いも本当なのか、それとも濡れ衣なのかも定かではない。正直、謎だらけの人物だったな。
だが、北条の娘の夫であることと、頼朝のこの後見人だったのは確かだ。もしも濡れ衣だとしたら、北条と親戚になってしまった時から、悲運は始まっていたのかもしれないな。私的には頼朝の兄弟として生まれてしまったことが、悲運の始まりな気がするけど。だって、兄弟全員悲運に襲われているし、他の兄弟と違ってお兄さんには殺されなかったのに、甥に殺されちゃうでしょ？生まれた時から悲運だったって思えちゃうわね。ゆっくり霊夢と。ゆっくりマリサだぜ。ねえねえマリサ、どうやったら参拝客って増えるのかしら。おいおい、どうしたんだ霊夢。今回はエラクド直球で困ってるみたいだな。積極的に望むものじゃないのはわかってるんだけどね。やっぱりエモい観光地が近くにあったり、歴史と結びついてるような神社が受けるんだろうな。エモくて歴史もある神社といえば、鎌倉の鶴岡八幡宮だな。キラキラした側面だけじゃなく、歴史的惨劇の舞台にもなった場所だ。むむ、ちょっと影がある方が、深み出て人気が増すってことなのかしら。ちょっと詳しく教えてよマリサ。よし、じゃあ今回は鶴岡八幡宮で起きた源実朝暗殺の真相について解説してやろう。それじゃあ、ゆっくりしていってね。実朝の暗殺の謎に迫る前に、鎌倉幕府の将軍となった源氏三代について簡単に解説しておこう。鎌倉幕府は源頼朝が開いた、初めての武士による統治機構だ。将軍は頼朝から9代続いていたぞ。え、そうなの？てっきり将軍は3代までしかいなくて、それ以降は北条氏がトップで政治をしていたと思っていたわ。源氏のネーム馬遊が強すぎて、公家や貴族出身の4代目以降は、教科書でもあまり取り扱われないからな。霊夢みたいに将軍不在の状態で北条氏が将軍の代わりになった、と勘違いしても無理もないぜ。実際の4代目以降の時代は、一応将軍を置いて、その下で北条氏が執権として権力を握る。そんな政治スタイルだったんだよ。よく言う傀儡政権ってやつね。そういうことだ。さて、話を源氏三代に戻そう。初代は源頼朝だな。鎌倉幕府の初代征夷大将軍で、ここから江戸時代末まで約700年続く、武家政治の根幹を築いた人物だ。冷静に考えたら、他の諸外国では王様が国を治めているような時代に、ここまで長く武士が国を治めていたのってすごいよね。騎士が国を治めているようなものでしょ？頼朝以前に実権を握っていた平家も武士だし、ここまで長く続いたのは確かに特殊かもしれないな。頼朝は、1147年清和源氏の流れを組む源義朝の三男として、現在の名古屋市にある尾張の国厚田に生まれた。1159年に起こった平治の乱で、父の義朝と共に平の清盛に敗れ、頼朝は伊豆に流されることになるぞ。源平合戦は壇の浦が有名だけど、頼朝以前の世代でも激しく争っていたのね。日本武士界の覇権を決める戦いだからな。ことあるごとに衝突していたんだ。流民時代に力を蓄えた頼朝は、1180年に挙兵。宿敵の平家を倒し、兄弟になってきた弟の源義経を討ち、1192年に念願の征夷大将軍に任命されたんだ。激動の人生ね。そして頼朝は1199年1月に亡くなるんだが、鎌倉幕府の正史である吾妻鏡では、その月の記述がごっそり抜けていることから、暗殺された可能性もあると言われているぜ。怖い。今回の解説はミステリーなの？ミステリーなら犯人が明かされるんだろうけどな。吾妻鏡でも頼朝の死因ははっきりせず、真相も不明のままだ。源氏三代の面々は、三人ともがそういった陰謀めいた不審な最後を迎えているんだよ。心して聞くわ。よし、じゃあ先に進むぞ。二代目は源頼家だな。頼家は頼朝が36歳の時に北条政子との間に生まれた長男で、頼朝の急死後に二代将軍となった人物だ。18歳の若さで家督を相続し、鎌倉幕府の第二代鎌倉殿、そしてその3年半後に征夷大将軍となるぞ。すごく若いわね。そういう時って、萎縮しちゃって周りの大人に何も言えなさそうだけど。ところが頼家は、父である頼朝のように武家の頭領として自らの政治を行う姿勢を見せていたんだ。でも、将軍に就任して早々に13人の合議制を敷かれてしまい、実力を発揮する場を奪われてしまうぞ。あちゃー、気概はあったけど、周りの大人たちの方がやっぱり上手だったのね。ちなみに13人の合議制って何？北条氏をはじめとした、有力御家人13人によって将軍頼家を指導する、という制度のことだ。ちなみに御家人は、御恩と奉公によって将軍と結ばれた武士たちのことだな。ふむふむ、会社とかでいうご意見番みたいなものかな？実際は国策の方向性を決める場であると同時に、権力闘争の場、という側面もあったみたいだな。頼家は北条政子の長男だから北条を重用しそうなところだが、13人の合議制を導入した張本人の一人である政子との関係は微妙になってしまった。
あや、家族喧嘩？いや、この場合は生存をかけた闘争だよ。頼家は側室若狭の局の実家である比企氏との関係を深めていくが、病気で伏せっている間に比企能員の変が起こり、比企氏一族は壊滅。これに激怒した頼家は、首謀者である祖父の北条時政を討伐するよう、和田義盛に命じるんだけど、逆に義盛から北条氏へ、討伐命令をリークされてしまう。やばいー。そして頼家は、最後には北条政子から出家を命じられ、出家先のお寺で北条氏の死角に抹殺されてしまうんだ。追い詰められていく感が半端じゃないわ。出家先のお寺も、北条氏の本拠地にあったというから、頼家の絶望感は感じるにあまりあるよ。さて、ここからが本題。三代目の源の実朝について解説しよう。実朝は1192年に生まれた頼朝の実子であり、頼家の実の弟だ。ふむふむ。二代目の頼家に子供がいなくて、弟の実朝が後継ぎになったってことなの？いや、頼家には一幡という長男と、供養という次男がいた。一幡は側室である若狭の局との子、供養は正室である辻殿との子だな。じゃあ、なんで？ここでも、北条氏の意向が大きく関わってくるんだよ。頼家が存命時の話になるが、1203年7月に、頼家が急病により倒れ、翌月の8月には危篤状態になった。こうした状況で問題となったのが、頼家の後継者についてだ。当時の後継者候補は頼家の嫡子である一幡と、実弟である実朝の2名だ。本来であれば、嫡子である一幡が全てを相続するはずだけど、幕府の主要御家人たちは一幡に関東28カ国自頭職と日本国総主護職を、実朝に関西38カ国自頭職をそれぞれ分割して相続させよう、と画策したんだよ。なんだか頼朝が築いてきたものが、崩されていく音がする気がするわ。このことを病床で若狭の局から耳にした頼家は、首謀者である北条氏の追討を比企氏に命令。比企氏は比企能員の変により、北条の返り討ちにあってしまうんだよ。うわぁ、頼家が比企氏の敵討ちをしようとした時の話といい、北条氏のカウンター能力恐ろしいわね。一幡はどうなったの？一幡の母である若狭の局は比企氏一族だ。だから、一幡は比企能員の変の際に若狭の局と共に撃たれた、という説が有力だな。こうして、実朝が後継ぎになった、というわけなんだ。なんだか屍の上に築かれた修羅の道って感じね。実朝自身もそれを感じていたのか、将軍に就任した後も徹底的に政治に関わらないようにしていたんだ。結婚に関するエピソードとして、母の政子は有力御家人の娘を妻として迎えようとしたんだが、実朝は、それを激しく拒否した、というものがあるぞ。結婚と政治って、いわゆる政略結婚的なこと？いい線言ってるな、霊夢。ほら、実朝は兄の頼家が比企家から妻を迎えたことで、御家人の勢力争いに巻き込まれてしまったのをよく知っているだろ？だから武家と結婚するイコールし、ぐらいの危機感は持っていたんじゃないかな。そんな実朝は、武家と関係ない公家から妻を迎えようと思っていたみたいだぜ。無理もないかもな。お飾りの将軍であることを受け入れた実朝は、華道の世界に生きる場所を見つける。当時のトップ歌人である藤原定家に師事して華道の腕を磨いて認められ、小倉百人一首に選歌されるまでになっているぞ。完全に生まれる世界を間違っていて泣けてくるわ。立派な文化人じゃない。同時に武家世界を見限っていた実朝は、朝廷や官位を重視していく。最終的には、父の頼朝よりも上の位である右大臣にまでなっていたんだ。ただ、この祝いの参賀を行った鶴岡八幡宮で、実朝は暗殺されてしまうことになる。ここで暗殺か。源氏には死亡フラグを回避する道はないのね。今回も北条氏の陰謀なのかしら？今回の犯人ははっきりしていて、頼家の次男供養だ。次男くんが犯人？動機は何なの？親の仇討ちと次期将軍の座を狙っていた、という説が有力だ。愚官抄という歴史書では、供養が実朝を討つ時に親の仇は格打つものぞと叫んだとある。供養の目には実朝は父が非業の最後を遂げた後、将軍の座を盗んだ仇として映っていたのかもしれないな。なんてこと、実朝からしたら、むしろ将軍職なんてもの、のしをつけて譲ってあげたかったでしょうね。本当にな。そして仇討ちを果たした供養自身も、後ろ盾として信頼していた御家人三浦義村から見限られ、間もなく中殺されてしまう。供養にも、撃たれた実朝にも子がいなかったから、頼朝から始まった源氏は、わずか三代で断絶してしまった、というわけだ。なるほどね。でも実朝は仮にも将軍だし、そんなに簡単に接近できるものなの？もっともだ。それじゃあ、供養のスペックと、実朝が襲撃された時の状況を、もう少し詳しく解説しようか。供養は頼家が亡くなった後出家させられ、18歳の時に鶴岡八幡宮の別当に就任した。
別当というのは、そうたちの長のことだな。ふむふむ。確か、今回の事件現場も鶴岡八幡宮だったよね。供養には血のりと、人数を集める力があったってことかな。その通り。そして、次は襲撃当日の様子だな。武官省によると、時刻は夜。実朝は源の中明をはじめとするお供を連れて、鶴岡八幡宮の石段を降りていった。そこに供養が実朝の元に走り寄って、刀で実朝の頭を襲撃。撃ち取った後に、4人ほどの法師が新たに現れて、友の者を追い散らし、松明を振る中明を切り殺した、といった状況だったらしい。まさに襲撃事件って感じね。供養自身も、結構強かったって印象を受けるわ。供養単独犯説。これはこれで綺麗にまとまっている気もするけど、供養をそそのかした者がいるんじゃないか、という黒幕説もあるぞ。二人ほど紹介しようか。まさか、そのまさかだぜ。一人目の黒幕候補は、霊夢も一押しの北条氏だ。今回は、政子の弟であり二代目執権でもある北条義時だな。義時は、実朝が鶴岡八幡宮の廃画をするとき、最後まで随行することになっていたんだ。しかし謎の体調不良になった義時は、主よりも早めに帰り、事件当時には現場にいなかったんだよ。何それ怪しい。だよな。もちろんたまたま体調が悪くなった可能性はあり得る。でもあまりにタイミングが良すぎることから、供養が実朝を襲撃をすることを知っていた義時が、仮病を使って難を逃れたという説があるんだよ。これが事実だとすれば、義時が供養をそそのかして実朝暗殺を実行させ、自らは傍観していた可能性が出てくるんだよな。確かに、仮にも執権ということは御家人の筆頭でしょ？そんな重要な人物が、多少の体調不良で主の祝賀をドタキャンするっていうのも不自然よね。二人目の黒幕は供養の後ろ盾である、三浦義村だな。三浦義村って、どんな人物なの？義村は、今回の実行犯である供養の目の飛ぶで、育ての親の一人と言っても過言ではないくらい、深い関係にある人物だ。また義村のこの駒若丸は、供養の門弟でもあったんだぜ。そこで供養を担いで実朝と義時を殺害させ、同時に挙兵し義時の屋敷を襲撃。北条を滅ぼそうと画策したというんだ。ふむふむ。これだと、義村の狙いはどちらかというと北条義時ね、味方が変わって面白いわ。ところが義時が危機を察知し難を逃れたため、供養は義村に見捨てられた上に口封じのため撃たれたのではないか？これが義村黒幕説の全貌だよ。そして、義時が祝賀をドタキャンしてるのは変わらないのね。北条氏、ぶれないわー。やっぱり推し武将なんじゃないか。ちなみに、義時ドタキャン説は吾妻鏡の記述で、もう一つの歴史書である武官章の中では、義時は実朝の命令により、離れた中門で待機していたと記録されているんだ。全然描写が違うね。それだと義時よりも義村の方が断然怪しくなるなー。だろ？源中明が務めていた立ち持ちは、もともと北条義時が務めるはずのポジションだった。黒幕が義村であれ供養の単独犯であれ、中明は義時と勘違いされて切られた。つまり義時もターゲットになっていたことは間違いなさそう、というのは言えるかもしれないな。どうだったかな？以上で源の実朝暗殺の真相をめぐる解説は終わりだぜ。見る視点や、解読する歴史書によって印象が全く変わるのがすごく興味深かったわ。気に入ってくれた方は、チャンネル登録やいいねをしてくれると嬉しいぜ。それじゃあ、ご視聴ありがとうございました。